今日のベイラインはゲストが登場。シングル Here Comes the Sun でソロアーティストデビューした中村修吾さんが駆けつけてくれます。私の事務所の後輩です。皆さんよろしくお願いします。レイ FM でもモザイクナイトで活躍してますよね。はい、4時からはバスーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。さあこの後4時からはザ・ベイラインになります。バズーカ山寺さん、岡田ロビン翔子ちゃん、はい、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。山寺さんとロビンちゃんは卵かけご飯どうします？そのままご飯の上に卵割ります？それとも別容器でやります？その時によってね違いますけど、まあ究極はね、今日もあったんですけど、白身と黄身を別ってね、あ、ありました、ありました。ご飯少なめにして白身をかけて、うん、すごくやるとメレンゲ状になるんでね。まあそこにね、まあそのプラスいろいろ今かけるの美味しいのいろいろありますよね。ありますね、確かに。まあ例えば新生姜の刻んであるやつでね、オリーブオイルになってるやつね。ああ、新生姜瓶漬け、もうすごいなんですよ。新生姜ですね。新生姜のね、刻んであるやつ、瓶詰めの。美味しそう。これ卵かけご飯に最高ですよ。おいし、知ってますね。それから仙台ラー油も最高ですよ。卵かけに仙台ラー油。こだわり。仙台ラー油。仙台ラー油。わかる。こだわり強めですね、山寺さん。週に3回ぐらい卵かけご飯食べるんでね。おいしい。私は直接そのままかけて食べてる。あ、そうなの？そのご飯の上ではもう雑に食べてます。もうバッてかけてバッて食べてます。あ、別にこだわりとかじゃなくてめんどくさいからってこと。そうなんです。なるほどね、そういうことね。ということで、はい、この後の4時台、バズった山寺がありますけども、はい、5時台はゲストが登場します。今日アーティストデビューした中村修吾さんが登場してくれるということで、はいはい、アーティストデビューにちなみまして、皆さんのにわか歓迎〇〇デビューの話も大募集です。まあ、ラグビーみたいに最近デビューしたことをぜひ教えてください。お待ちしています。うちの後輩です、ね、ちょっとどんな後輩先輩トークが聞かれるのかも楽しみですね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではこの後ザ・ベイラインバズーカ山寺さんと岡田ロビン翔子ちゃんの水曜ベイラインでお楽しみください。ここまでのお相手は私春原由紀でした。私とはですね、また来週の火曜日となります。月曜日は、公開生放送になりますんでね、私とはまた来週の火曜日にお会いしましょう。ここまでのお相手は春原由紀でした。また来週。This is the Bay Line. This is the Bay Line. 時刻は午後4時を回りました。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。ちょっと合わなかったですね。ガラッてしまったのですから、すみません。今日はね、先週もそうでしたけど、はい、水曜日いい天気。そうなんですよ、気持ちいい秋晴れっていう感じですね。もう今年は本当に天気がね、いろいろ大変で、はい、被害に遭った方も本当に多くてね、特に千葉は本当そうですよ、ね、何度もそういう目にあったんで、こういうね、いかにも秋のいい日をね、少しでも疲れを癒していただいてね、そうですね、気持ち少しでも良くなっていただければと思います。我々も頑張りますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてね、ロビンさん何ですか？すごいね、嬉しいことがありまして。山寺さん知ってます？ラジオ番組表2019秋というね、それ触れるんですか？はい、もちろんです。さっき打ち合わせの時僕見たんですけど、別にそのこと触れなくてもいいと思ったんですけど、いやいや、自分から触れさせていただきます。誰も言ってくれないので自分から言わせていただくんですけども、ね、この雑誌が最近発売になったんですけど、ラジオ番、ラジオっていう、ラジオ番組表という番組表っていう雑誌ね。そうでね、雑誌ですよ、全国のね、いろんな、いろんなラジオの番組表とか情報が満載なある中、ね、ラジオの情報誌パッて見たら、はい、好きなラジオ DJ ランキング見たんですよ、はい、そしたら、ええ、あれ、そう、 FM 部門、 FM 部門と AM 部門があるんですね。そうなんです。好きな DJ ランキング、これ全国版ですよ、全国です、全部ね、全て全国、全ての DJ の中から AM と FM でランキングが決まるというところで、岡田ロビン翔子、なんと FM 部門、はいはい、第2位に入ることができました。いやー、すごい。あら、何の椅子だ、来た来たよ。ありがとうございます。1位はどなたなの？1位は中田千里さんっていう方で、もともと AKB をやっていた方なんですけども、コミュニティ部門で、そうなんですよ、これはコミュニティ部門ですね。あなたは FM 部門で？私は FM 部門です。 FM 部門の1位は元キュートの矢島真由美さんです。あ、ごめんなさい、今ちょっと違ったのね。あ、すいません、ページがね。 FM 部門の1位は矢島真由美さんです。あれ、真由美ちゃんは、あれ、事務所的には、はい、大先輩でございます。あれ、そして2位が岡田ロビン翔子。すごいですか、これ。何なんですか、で、
あの何なんですかってこっちが来たよ。何ですか。ちょっと待って、ベイ FM たくさん喋ってる人いるよ。そうなんです。みんないるじゃない。そんなみんな入ってないの、どうなってんので、あのいろいろね、あの、うん、載ってるんですよ名前が、うん、そしたら私山寺さんの名前見つけたんです。あった、俺もあった。山寺さん、うん、載ってると思ったら、うん、2票なの。2票で後ろの方にいるので、も同じ2票で安めぐみさんと吉岡里帆さんも、あのすごい、ね、すごい方がたくさんの方がなんでなんだっていう気持ちでいっぱいなんですけど、あとはメイクヘムの誰か、あ、しまちゃんも乗ってました。え、何票？1票です。いや、もうこれからはルミさん頑張ってください。本当、あの、いたわってください。サポートに回りますから。もう僕なんか本当に相づちだけにしてやって、全国の FM で2位の方と一緒にやらせていただいて、僕なんてもう順位出てないんですから、もう2票だから順位つかずですよ。しおちゃんは1票だから。そんなことないんですけど、入っただけでもよかった。我々本当にあの票を入れてくださった方、本当にありがとうございました。今日からはロビンさんというふうに敬語を使わせていただきたいと思います。やりづらくなるので、そのまんまにしてください。早かりたいな、少しでも本当に。、はい、皆さんもぜひね、ラジオ番組表、あの、ガセじゃないので、これ嘘じゃないので、そうなんですよ、ロビーさんの妄想話じゃないんで。、はい、いつも妄想入ってるね、面白い話してますけど、これ本当なんで。いつも本当。はい、じゃあ今日のメニュー紹介させていただきます。ロビンさん、お願いします、吉田はバズった山寺でございます。芸能スポーツに限らず、ネットニュース、ツイッターのトレンド、売り切れ続出の新製品など、うん、バズってるものを幅広くピックアップします。皆さんも、はい、ぜひね、知ってるよって方、こんなもの流行ってるよっていう教えていただきたいと思います、うん、そして今日はですね、結成、今年結成30周年を迎えるザ・イエローモンキーのメンバー、吉井和也さんからのコメントもお願いいたします。どうぞお楽しみに。お楽しみに、はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークbayfm.co.jp までお待ちしています。さあ、そして今日の5時台はゲストが登場です。今日ファーストシングル Here Comes the Sun でアーティストデビューした中村修吾くんが、くんがっていうかね、まあ、うちの後輩なんですけど、まあ、声優としても活躍しておりまして、うん、モザイクナイト火曜日でもお世話になっております。そうです。修吾はランキングは入ってないのかね。修吾はそこはちょっと置いときましょう。いないよだね。もう中村修吾さん、本当すごい勢いがすごいですもんね。もう新曲もめちゃめちゃいい曲なんですよ。そうなんですよ。もともとやっぱりアーティストになろうと思って上京してる。そうです、そうです。歌本当に素晴らしいんですよ、うん、まあ、そんな話も伺おうと思ってます。ということで、あのアーティストデビューにちなみまして、うん、皆さんのにわか歓迎〇〇デビューの話も大募集します。デビュー、あの、うん、まあ、ラグビーみたいにね、最近デビューしたことを皆さんぜひ教えていただきたい。見る方でね。そう、うん、はい、そして6時台はこの人です。街の話題のスポットに進出キボス、うん、マシカロジーで一票しまちゃんが登場です。今日はどこに行ってるんでしょうか。ゆきおおい、スタジオの2人、はい、俺の1票に笑うなよ。いや、俺も2票だから。笑ってないんです。俺も2票だから。そうだよ、前ね、うん、村1票、田中美恵子、なんかの3人って合わせて1票だから、うん、そうなのね。そうなの、ね、じゃあ、3分の1票、3分の1だから。3分の1票ってなんだ。思ったもんだよ、ほんとに。よ、人気でいいや、ほんとやめてください。自分から言うっていう恥ずかしさをね、すいません、言ってください。いいですね。さあ、ということで今日ですね、あの6時台の皆さんにちょっと知ってほしいくらいのイベントがありましてですね、はい、あの大崎町にあるカフェクラブビッグワンにて11月に行われますですね、はい、児童虐待防止を目的としましたツーリングイベント、うんうん、その名も千葉オレンジバイカーズラリー2019についてちょっとお話を伺いたいなと思っておりますので、ね、なるほど、はい、ぜひ皆さんにも力になっていただきたいイベントだと思いますので、ね、大切ですよね、はい、こういうイベントね、うん、はい、伺ってまいりますので、よろしくお願いします。わ、はい、かりました。しまちゃん、6時台よろしくお願いします。お願いします、はい、ね、児童虐待防止を目的としたツーリングイベントっていうのがあるんですね、うん、興味深いですよね。はい、6時台しまちゃんお楽しみに、そして6時台の真ん中はクックロビンということで、簡単で美味しい料理のレシピを紹介します。あの、はい、写真はね、ツイッターの方にあのアップしますので、美味しそうと思ったら皆さんリツイートの方を、ね、大丈夫ですか。自分のコーナー説明するにちょっとたどたどしてないですか。そうなんですね。 FMDG ランキング全国2位の人がそんなんで大丈夫ですか。本当ですね。ちゃんと2位らしく、2位らしくやってもらっていいですか。本当そうですよ。僕2票なんで、全然カミカミでも構わないんで、はい、ずるいな、それずるくないですか、皆さん、クックロビー、とにかく簡単で美味しい料理を紹介します。お楽しみに。内容盛りだくさんでお送りします。水曜ザベイライン、まずはバズってるもの、流行ってるもの、あなたの周りでね、ぜひ教えていただきたいと思います。はい、メッセージはベイラインアットマーク bayfm.co.jp BAYLINE アットマーク bayfm.co.jp までお待ちしています。さあ、今日のオープニングナンバーはね、明日に控えたハロウィンにちなんだ曲いきたいと思いますが、世紀末いきたいと思います。まあ、あの世紀末の皆さんはね、はいはいはい、容姿の仮の姿といって別に仮装とかそういうんじゃないんですけどもね。ちなみに今年のハロウィンで人気の仮装は映画ジョーカーの、まあ、ジョーカー、ホワキン・フェニックス演じるね、あのジョーカー、それから女性は
ヒョウ柄がトレンドなんだそうですよ。なぜなんでしょうか。さあ、それではお送りしたいと思います。1986年リリースのファースト小経典世紀末、小経典世紀末から、老人形の館。お前も老人形にしてやろうか。この時間はあなたの前で話題になっているものをメッセージを送ってください。5時台のテーマ、にわか歓迎〇〇デビュー、そして中村修吾さんへのメッセージもお待ちしています。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE@BAYFM.co.jp まで。世紀末の老人形の館に続いては、ハロウィンといえばこの曲もおなじみです。キャリーパムパム、クレイジーパーティーナイト、パンプキンの逆襲でした。FM Shopping Island。 ベイ FM ショッピングアイランドからのお知らせです。今日ご紹介するのは、行列のできるケーキ店、ラ・クレマンティーヌの今から予約できるクリスマスケーキでございます。はい、そういう季節ですね。本当ですね。はい、成田の神津の森駅の近くにあり、ご近所はもちろん遠方からもお客さんがやってくるラ・クレマンティーヌ。今日ご紹介するのは、いよいよ予約受付がスタートしたクリスマスケーキ、生チョコノエルです。このケーキはブッシュドノエルと呼ばれるフランス発祥の伝統的なクリスマスケーキで、フランス語でノエルというのがクリスマス、そしてブッシュが丸太、クリスマスの丸太という、名前の通り丸太の形をしたとっても可愛らしいクリスマスケーキです。切り株の木の模様は一つ一つフォークで入れていくので、一個として同じものはなく、個性豊かな仕上がりで、ベルギー産チョコレートをたっぷり使い、口当たりの良い生チョコクリームをチョコレートのスポンジで巻いたロールケーキタイプとなっております。これらのクリスマスケーキは12月21日に冷凍の状態でのお届けとなりますので、クリスマスに合わせて冷蔵庫で解凍していただくと美味しくお召し上がりいただけます。価格は税込み2376円です。ぜひ今年のクリスマス用に早めのご予約をお勧めいたします。詳しくはベイ FM ショッピングアイランドのページからご覧いただけます。スマホまたはパソコンからベイ FM 公式サイトへアクセスしてください。 Thanks for listening. This is the Bayline. さあ、まず4時台はこのコーナー、バズった山寺。たくさんの人の話題に上ることをバズったと言います。そこでこのコーナーでは、芸能ニュースから SNS、 話題の商品、今バズっているものを幅広くピックアップしていきますよ。今日気になったのはこちら。横浜筒香、西武秋山、メジャー挑戦正式表明。横浜 DeNA の筒香嘉智選手と西武の秋山翔吾選手がメジャーリーグに挑戦することを正式発表しました。正式表明しました。筒香選手はポスティング、秋山選手は海外フリーエージェントを利用。どの球団が獲得に手を挙げるのか注目が集まります。続いてはこちら。ロッテ井口監督、佐々木に世界に羽ばたけ。ロッテからドラフト1位に指名された大船渡高校の佐々木朗希選手は、指名挨拶を受け、井口監督からの世界に羽ばたける選手との言葉に、いつかその夢を叶えられるように頑張りたいと、将来のメジャー挑戦へも意欲を示しました。続いてはこちら。八千草薫さん出演ドラマ、未公開場面を11月に放送。24日に膵臓がんでお亡くなりになった八千草薫さん、今年2月にがんを公表し、出演が予定されていたドラマ「安らぎの時道」を降板しましたが、実はその後極秘収録されており、その未公開シーンが11月に放送されることが分かりました。ラストはこちら。今バズっている旬のバンド、キングヌー。ラグビーワールドカップの日本戦の会場で4試合ともにかかり、勝利を呼ぶ曲として一躍人気となったキングヌーの飛行艇、今かかってるこれですね、こちらですね。そのキングヌーのドラム、関裕さんが三味線奏者と結婚を発表すると、ヤフートップニュースになるなど、今このバンドが大きくバズっています。はい、以上でございます。ロビンさん、いやもう私の周りもキングヌー、キングヌー、キングヌーってキングヌーみんな言ってますね。キングヌー、そう、すごい勢いがありますよね。今キングヌーいろんなタイプの曲がありますもんね。はいはいはい、かっこいいですよね。あの今年出した白日
はい、で曲を私ずっと白目って読んでて、あの友達にふざけんなって怒られたんですけ ど, どよかったですね。だからこのキングヌーのおかげで覚えられたっていうことでね、はいはい、ずっとそういう風に違うところで使ってた可能性もありますけどね。それもあるので、はい、字が違いますからね、そもそもね。そうなんですよ ね読み方の問題じゃないですか。読み方の問題じゃない、違うんです、そうなんですね、はい、今わざとですか。いや違います、わざとじゃない。そういうとこがやっぱり2位なのかな。何なんですか、わざと可愛くボケるっていうか。違います、一度、ね、白目と読んでる、そういうエピソード。メモメモ、やりづら、すっごいやりづら、意地悪ですね山寺さん。まあ本当に仕事ってマリーンズファンにとってはね、はい、この佐々木朗希選手がね、まあでも今からそうやってメジャーを見据えてるというね、すごいですね。でもまずね、仕事ってマリーンズで活躍してね、うん、プロ野球にこう旋風を巻き起こしてほしいね気もしますけれども、でもねマリンスタジアムで実はね投げていたというね、中学生の時ですか、これ中学生の時なんですね。学童だから何歳の時だこれ。あ、そうそう、乗ってる、ほらほらこれこれですよ、小6の時だ、168センチ、すごい、ね、投げてたっていうね、いやーすごいです ね井口監督とがっつり握手してる写真見て、なんか、うん、なんか素敵だなと思って見てましたけど、うん、素敵だなってね、うん、はい、筒香秋山メジャー挑戦ですか、はい、うん、まあね、スパリットも2人ともすごい選手ですから、どんどん活躍してほしいし、まあそういうのはね、自分のチームの選手が海外行ってくのも、うんうん、ね、ファンとしては頑張れっていう思いもあるけれども、片やね一生そこで頑張るよっていう宣言なんか嬉しいわけですよ。楽天で言うと銀次則本フルネームで、ね、ありがとうございます。もうフルネームでずっと楽天でイーグルスで頑張りますというのニュースで俺泣いたもんねえ、それ力強く宣言できるってすごいですよね。いやいや、いろんなところで活躍してほしいしね、うん、いやね、いろんなもんね、チャレンジ聞きたいといろんな思いもねあったりいろいろするでしょ、はい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 、チャレンジだけじゃなくていろんなとこ ろんなとこで。でもね、もうそういうの本当泣いた愛が、うん、っていうのもね、それぞれ自分のね、自分の将来のことですからね、本当にやりたいところでやるべきだと思いますよ。そうですよね。そもそもドラフトとかである程度決められるわけだもんね。まあまあまあ。事務所どこ行こうが自由だもんだって。そこはね、深まるちょっと違う。全然考え方が違うあれだけどね。ごめんなさい、なんかちょっと軽く興奮しちゃって。あ、八千草薫さんもね、本当に素敵な女優さんで、はい、もちろんねテレビとか映画で僕はずっと拝見してましたけど、アニメでね、あの実は八千草さんがやってたアニメにあのやった時収録、僕も何回か出させていただいたことで、お会いしたことがあって、本当にその時ね嬉しかったと思って、本当にそのままだから本当にね、すごい優しい雰囲気の方ですよね。そんなに僕ね会話はもちろんできませんでしたけども、すごくね現場ご一緒できて嬉しかったっていう思い出がございます。お祈りします、はい、さあ皆さんはどんなことが気になってるんでしょうか。エンタメニュースだけじゃなく周りで流行ってるもの、バズってるものも OK です。ぜひ教えてください。はい、メールは bayline@bayfm.co.jp、bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。さあ、そしてここでですね、結成、30周年を迎えるザ・イエローモンキーのメンバー吉井和也さんからコメントを聞いていただきたいと思います。どうぞ。ザ・ベイラインを聞く皆さん、 DJ のバズーカ山寺さん、岡田ロビン翔子さん、こんにちは。ザ・イエローモンキーのボーカルの吉井ロビン和也です。いいですね、本物のやっぱハーフの方がロビンってこうちょっと名乗ると ですね、私あのエセハーフなんではい、我々ザ・イエローモンキーは2019年12月28日に結成30周年を迎えることになります。まあその30年の間に本当にたくさんの楽曲作りましたし、たくさんの本数のツアーもね、ライブもやらせていただきまして、皆様に愛される、バンドになったなと、思っております。最初はあのザ・イエローモンキーというバンド名をつけた時にはですね、バブルまだ真っ只中の時代で、そのバンド名を言うと大概の人は笑っていて、なんかあんまりかっこいいバンド名じゃないねなんて、言われてたんですが、まあ、30年経った今は、イエローモンキーといえばという感じで、皆様のところにも、ね、浸透して、非常に幸せなバンドになったなと思っております。ついにですね、結成30周年を迎える、ドームツアーが始まります。12月28日を皮切りに、全部で4本、あります。お近くのところだと、まあ、東京ドームになると思うんですが、イエローモンキーのシーズン2が、
ここを最後に、終わろうとしております。また次の作品を作るために、ちょっと休憩しますけども、まあ、精力的に、このおじさんバンドを頑張っていこうと思っておりますので、まあ、ただのおじさんバンドじゃないところもね、これからまた見せていきたいなと思っております。ぜひ、お越しください。どしどし皆様のご来場をお待ちしております。明日はメンバーの、一番の饒舌のドラムの菊池英二さんからメッセージが届きますので楽しみに、しといてほしいと思います。ザ・ヨーロモンキーで本日配信リリースされた新曲ダンダン、聞いてもらいたいと思います。以上、ザ・ヨーロモンキーボーカル吉井ロビン、エセロビン和也でした。いやー、吉井さん、ロビンさん、ありがとうございました。いいな、ロビンソン名前ってだけでもうちょっといい覚えてもらったんじゃないの。びっくりしちゃった。吉井ロビン和也さんが岡田ロビン翔子っても名前を呼んでいただけただけで本当にありがとうございます。いや、30周年ということで、まあ、おじさんバンドってご自身言ってましたけど、全然おじさん感ゼロですよね。いや、ゼロです。本当かっこいい。でもこの抜け感もいいです、このダンダンのね。本当にかっこいいバンド、ね、女性もそうですけど男性もみんな憧れるバンド。いわゆるモンキーね、本当に30周年おめでとうございます。おめでとうございます。ということでございまして、さあ、ここでお知らせがございますよ。ただいま BFM では活動30周年を迎えたザ・イエローモンキーの4月の東京ドーム、来年4月の東京ドーム公演のチケット先行抽選予約受付中でございます。ザ・イエローモンキー 30th anniversary ドームツアーはベイ FM 公演で4月4日土曜日、5日、日曜日、東京ドームで行われます。4日は18時開演、5日日曜日は17時開演、17時開演で、料金は 30th anniversary 指定席が9999円、そして指定席は9900円となっております。はい、ということで、それではチケット先行抽選予約の受付電話番号です。でもお願いします。0570-029965 0570-029965、音声自動ガイダンスによる受付ですので、トーン信号の出る電話からお願いします。一部の携帯電話 PHSIP 電話ではつながらないこともありますのでご注意ください。またガイダンス中に受付番号や抽選結果の発表、当選後のチケットの受け取りなどの情報が伝えられますので、必ずメモの準備をお願いします。なお、ベイ FM のホームページでも詳しく紹介していますので、そちらをぜひチェックしてください。はい、ということでお送りしたのはザ・イエローモンキーダンダンでした。 The Bayline ベイ FM リスナー安全運転宣言。さあ、この時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します。今日は茨城県水戸市のラジオネームゆきりんごさんよりいただきました。ありがとうございます。若い頃原付で信号待ちをしていて、後ろからトラックにぶつかられたことがあります。しばらく入院しました。今はもう原付には乗りませんが、車で信号待ちをしていると後ろが気になります。減速するのが遅い車や後ろにぴったりくっついて止まる車はかなり怖いです。早めのブレーキと十分な車間距離をお願いしたいです、ということで、いやー、こういう経験が一度あるともうトラウマになるし怖いですよね。原付きでてもむき出しになってますしね、まあ、入院なさったってお怪我なさったってことですものね。トラックからはちょっと見落としがちになっちゃうんですかね、やっぱり原付きとなるとあるのかな。やはりね、車運転してるっていうのは、まあ、僕もそう思いますけど、そのすっごいね、今金属の塊をね、はい、すごいものを今扱ってるんだっていうのないとね、歩行者もいるし自転車の塊もいるし、バイクの塊もいるし、車どうしたって危ないですしね、はい、そういう意識やっぱり持って運転しないとダメなんですね。本当そうですよね。ちゃんとルールを守ってね、きっちりと、今一度車間距離をしっかりと取って、ね、運転していただきたいなと思います。はい、ゆきりんごさん、ありがとうございました。ありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしております。メールで安全アットマークベイ FM.co.jp まで、住所、氏名、年齢、ラジオネームも忘れずにお書きください。ベイ FM のホームページ、携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。ベイ FM と千葉シティバスは交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上、ベイ FM リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.
バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベーライン。すいません、私ねもうすっかり、はい、岡田ロビン翔子さん FM 部門でラジオ番組表第何ランキング2位っていうことをちょっと忘れてまして、はい、なんか出しゃばってしまってすいません、はい、僕なんてもう2票のね順位もつかないような人間なんすみません、もう中心で。いや、さっきね、ハッシュタグベーライン見てたんですよ、そしたら、はい、先ほどね、曲紹介、曲を送りで、キャリーパムピャムさんの曲を、うん、ちょっと今も言ってないんですけど、もう一回言ってね、言えないというね。ちょっと言えなかったんですけど、ツイッターでも、山寺さん2位だから、それはちゃんと言えるだろうって、ブース内で言ってそうってつぶやきがあったりとかして、その通りですね。本当そうなんですよ。結果言えずに僕がギリギリでパミュパミュって言い直すっていう、ね。言うとき、ディレクターさんからもね、はい、よろしくお願いします、もうバシッと決めてくださいみたいなプレッシャーがね、本当に。ランキング全国2位ですから、意地悪ですよね本当に、優しくしてください、ここぞとばかりにみんな言ってますからね怖い怖い、じゃあメッセージ紹介しますか。お願いします、もう僕なんかもやりづらいです、どうぞお好きに座ってください、はい、いいですか、ラジオネーム、はい、フルームさんからいただきました、ありがとうございます、瀬戸康史さんと山本美月さんが、はい、交際しているという報道がありました。2人は今年4月期に放送されたパーフェクトワールドで共演、2人の事務所は共にプライベートは本人に任せておりますとのこと、よく交際報道は共演者の一人です、共演をきっかけに親しくさせていただいていると聞いています、仲の良い友人の一人と聞いています、プライベートは本人に任せております、真面目な形でお付き合いさせていただいておりますなど、バリエーションがたくさんありますが、プライベートは本人に任せておりますはどのくらいのレベルなんでしょうか、できてます。なるほど、確かにね、共演者の一人ですは結構いや付き合ってないですよみたいな感じで捉えますけど、うんうんうん、この場合はもうみんなねお互い大人だから、うんうん、信用してますよっていうなんか感じがして、否定はしないで認めたっていうことになるのか、そうそう、まあ、認めてはないけども、うん、なんか一番でも上手な、なんか誰も傷つかないし、あ、まあまあプライベートちょっとやめてください、僕の瀬戸君のことをこういうふうにさ、まだはっきりしてないさ、そんなゴシップ記事からまあ、いただいたメールですけどね、いやもう私は真っ先にこれ紹介したいなと思いましたけど、僕一言言わせてください、まあ、プライベートは瀬戸君に任せてるんで、いや誰僕は何も誰なんですか、僕は誰ですか、友人として何なんですか、仲の良い友人として、知りませんよ向こうからしてみたら別にもう、いやご飯食べ行きましょうって言われてて、はいはい、いつにするっつって、もうちょっと待ってくださいがずっと長くなってるだけです、あ、そうなんですね、ほんともちょっと会ってませんけど、以前ねゲストでも忙しい、ゲストでも来ていただけましたよね、そうですよ、来てくれてイベントも来てくれて、そうですよ、長いですよ、僕と山里くんとね、はいはい、あ、二人ともそっか忙しいか、いろいろそうですね、バイバイ、ま、任してるから僕は、あ、なるほどなるほど、任してるから、山本美月さんとは、山本美月さんはポケモンの映画でご一緒させていただいたことありますけど、イベントなんかではお会いしたことありますけどね、美男美女ですよね、でも本当そうですよ、まあ瀬戸君はね、もうすぐケラリのサンドビッチさんのね舞台がありますんで、あ、もうすぐ、ぜひね、もうすぐあります、今稽古すごい忙しいと思うんでね、そっち頑張ってほしい、まあ僕の友人の犬山犬かの大倉浩二も出ますんでね、まあケラさんの舞台なんで、もうぜひ見ていただきたい、情報量がたくさんありがとうございます、そういうのでバックアップしていこうと思ってね僕は瀬戸君の舞台も素晴らしいですから、ありがとうございます、本当素晴らしいんですよいいですか、続いてちょっと、私の行きたいと思います、レッドドラゴンさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ラグビーの南アフリカ対ウェールズ戦で、ウェールズを応援する日本人たちがネギを振り回しながら応援する姿が映し出され、ウェールズで話題になっているそうです、そうだそうだ、ウェールズの国旗の緑と白は長ネギを表していると言われ、ネギは国を表すシンボルとされているので、大切な時にネギを身につける風習があるそうで、テレビ中継を見たウェールズの人たちに絶賛されています、すごいですよね、ウェールズの人がね喜んでくれた、金曜日はウェールズとオールブラックスの3位決定戦ですが、オールブラックスのキャンプ地となった柏の人たちは何かやったりするんでしょうかね、という、そうだよな、オールブラックスまさかのね、はい、いやいやいや、イングランド強かったという感じしますけども、そうですよね、ウェールズの応援やっぱりこのおもてなしの一つっていうかね、こうやって本気で応援するというね、いろんなと、いいですね、でもネギ食べ物なんてね、もちろん応援した時に下には後で美味しくいただきました出てたんですよね、出てないです、出てないです、はい、僕この試合はちょっと生で見れなかったもんですから、はい、出てないです、ちなみにあれか、ウェールズは南アフリカと対戦してるんですね、はい、そうだそうだ、あ、そうですね、はい、南アフリカとウェールズ、え、僕何か間違えましたか、あ、イングランド、いや、オールブラックスの話をした時にイングランドの話をしたんです、あ、そうか、え、ちゃんと大丈夫、分かってますよ、そっちは僕生で見てるんでね、いや、でもすごいですよね、しかもネギ、そう、いろいろごっちゃになりました、ネギのやつが、うんうん、その手に持ってる、実際のネギを持ってるのもすごかったですけど、うん、手作りなのかな、かぶり物を、うんうん、
して、うん、応援してる方もいてすごいなと思って時間をかけて、ね、もう日本の、ね、チームはもう、ね、敗戦してしまったけど、うん、その後にねいろんなチームをこうやってね日本人も応援してるっていうのはねすごいですよね素晴らしいと思いますけどもね待てにしな心、再決定戦決勝気になりますけどもねはい、はい、さあ皆さんどんなことが気になってるんでしょうかエンタメニュースで気になってもそれから周りでバズってるもの、うん教えてください。はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.CO.JP、BAYLINE@BAYFM.CO.JP まで。そしてツイッターをやってる方はハッシュタグベイラインをつけてどんどんつぶやいてください。The Bayline。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイラインはい皆さんからのメッセージ紹介しましょういいですかあどうぞニーノ本当やりづらいありがとうございますラジオネームサンフラワーさんからいただきました、今日のスポニチがスクープとして元 NGT の山口真帆さんのファンとのつながり証拠写真を出したのが、チェキ会などの正式なイベントの写真撮影会で撮られたただのツーショット写真でそんなものが証拠になるなら俺もアイドルとつながっている証拠があると冗談で自分が撮ったチェキ会の写真をツイッターに載せるのが密かに流行っていますロビンさんもいっぱい証拠写真出されちゃうんじゃないですかできてますけどあこれねほうほうほうそう結構話題になってましたよねうどういうことなんですか、まあ、だからそのチェキ会だったりとかそういう、ね、そのちゃんとしたイベントでやっていたことが個人的なつながりというそうなんか俺実はつながってるんだよみたいな感じで勝手にこうガンガン載せ、ねまあ、それが普通に冗談として楽しく面白がれるのはいいですけど本気でみたいなこうなっちゃうのは嫌ですよねシンプルにいやそうですねまあ、いろんな情報がこれ本当なのかどうか冗談なのか、はいはいはい、嘘なのか本当なのかでいろんな分かんなくなるからね私前にね絶対拡散を簡単にしちゃいけないってことだけはまあまあまあ本当そう、うん、もうポンとねもう押すだけで今もうすぐツイッターでも何でも上げれるから怖いですけど、うんまあ、そのやった人が一人だったりそこから拡散してしまうとねそういろんな面倒くさいことになるしね最近もそういう事件でありましたけどもね、うん、でもそんなこと言ったら私もアイドル時代、うん、イベントで、はい、1回だけというかプリクラ会みたいなのをやったんですよ、はい、ファンの方と一緒にプリクラを撮るっていうので、はい、でその画像がどこかになんか上がってたんですよね、うんうん、で普通に男性の方とのだからツーショットになるわけじゃないですか、はいなんか珍しくお兄ちゃんからメール来て、うん、お前こんな画像上がってるけど大丈夫かみたいな感じでああそっかどうしてもそのプリクラ的なやつだとプライベート感が出ますものねなかなかそういうイベントってね衣装は着てるんですけど、うん、ちょっと私服っぽい衣装とかだとするとあもうね、旗から見ると、あれ？なるほどね。みたいな、だからまあ、ね、まあイベントなんで全然、まあ、だからこそそういうイベントがね、そう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 ちょっとプライベートっぽく撮れるからっていうね、はいはい、そういうのを売りでやってるわけでしょ、うん、だってね。そうです、そうです。じゃあしょうがねえな。お金だったことないけどね。そう、うん、なるほどね。山田さんどうですか写真なんか上げられちゃってみたいないですかいやあんまりそれを自分でチェックして見たことないんでわかんないですけどねただあのネットニュースとかで、はいはいはい、なんですかねあのその写真使うみたいなのってありますよねいつのどの写真使ったのみたいなあその現場の写真でない時がたまにあってはい、はい、いつのどの写真だろうみたいなのあるからねねまあまあまあ、ありますよね、まあ、僕は大してねどの写真だって変わりゃしねえからいやいいんですけどねそんなことないですよ、うん、別にいいんですけどもねいろいろありますけど続いていきましょうピングレさんからいただきました、はい、ありがとうございますありがとうございます小栗旬さんのモノマネでおなじみのおばたのお兄さんの学園祭イベントに小栗旬さん自身がテレビ電話で出演したことが話題ですすごい小栗旬さんからおばたのお兄さんに電話がかかってきてかかってきたんだあかかってきた今から学園祭ですと答えたところ偽物だまあ、あれできないやっとじゃないやろうとしたらやってくださいまあ昨日偽物だけじゃ客は嫌だろう俺も出ると言ってテレビ電話で出演することにしたそうです、テレビ電話を通じて小栗旬さんが「まあ昨日」と会場に呼びかけると大歓声が上がったんですいい生で電話だけだと分かんないけどテレビ電話だから、ね、だそれスクリーンに出したってことかすごいそれはおばたのお兄さんにもサプライズだったんですかねどうだったんだろういやいやいや電話して俺も出ると言ったわけですからおばたのお兄さんがかけたんでしょうかああそっかそっかでテレビ電話いや
大丈夫ですか。すいませんすいません。横田の兄さんにかかってきたことがきっかけですから、サプライズじゃないですよ。なるほどなるほど、ね、だからお二人はつながってたね。まあ共演もねあるし、はいはいはい、この間見た某番組ではねもう何人か、うん、真似してる人が出てきて、で小栗旬君もあのモノマネの人だっていうふうにずっと言い果ててるっていう番組やってましたけどね。あ、そうなんですね。有田さんの番組でね、それずっとやってましたけどね、はいはいはい、だからそういうところは理解があるというか、もう前にも話したかもしれませんがね、はい、僕も何回かねお食事とかしたこと、あとアニメもね旬君も出てて共通の知り合いがいるもんですから、うん、みんなでお食事してる時に、はいはいはい、半分個室みたいなところでねみんなで飲んでたら、小栗さんですかファンですっていう普通のお客さんが来たらどうするのか、はいはい、おーどうもありがとう、じゃあ遠いとこから来てるんです、相手嬉しい、どうもねなんてすごく愛想いいなと思ってずっと飲んでたら、あれ旬君どこ行ったってみんなで言ったら、そのお客さんのとこ行って飲んでたっていうね、普通に話し込んでるって、全然ねいろんなことをね、そのおすごい気さくに、本当にすごい男だな、もうすごい昔の話ですけどね、はいはいはい、してたすごいなって思ったことがあったっていう、いやすごいですね、僕のちょっとした自慢エピソードです。知ってるぞっていう小栗さん、ね、もういろんな方に慕われてますもんね。そうだよね、いやかっこいい、ね、はい、じゃあ続いてラジオネームスケスケパンチラインさんからいただきました、ありがとうございます、コンビニおでんというワードがツイッターのトレンドに入っているので何かあったのかなと思ったら、おでんを随時こう置いてある場所、コンビニが減っているようなんです、メンテナンスも大変だろうなといつも思っていたので、お店側の負担を考えると仕方ないんだろうな。あ、そうなんだね。今寒くなってきたからおでんを置いてある場所増えてますけど、うん、前よりは減っちゃってるってことですよね。うん、寂しい。ああ、なるほど。結構なんか冬の楽しみじゃないですか、冬のというか寒くなってきたら。まあね、でも本当にね、そんなに大きくないコンビニでもね置いてあったりとかね、はいはいはい、充実するじゃないですか。ありますね。でも管理も大変だろうと確かに、いや本当そう思います、思いますよね、うん、でまあセリフで撮るとことかね、あ、うん、多いですよね、うん、そういう時にね、あの上手に撮れなかったらどうしようとかね、撮る時に豆腐をすでに崩してしまったりしたらどうしようとかね、一生懸命かき集めなきゃいけないだろうなと、いろいろ責任を感じ取るとか、そういうことありませんか。あります、あります、わかります、自分でやるときはね難しいなと思いながら、まあね、便利が当たり前というふうにね思ってしまうのはあるかもしれませんけどもね、しかも美味しいしね、そう美味しい、はい、さあもう一通いきましょうか、はい、こちらはですね、はい、大仏さんからいただきました、ありがとうございます。気になるのはローソンで発売中、またまたコンビニですね、うん、ローソンで発売中の飲むソフトクリーム、味わいはソフトクリームのように仕上げてあるようですが、山寺さん、ロビンちゃんは食べるソフトクリームと飲むソフトクリームのどちらを選びますかと、ちょっとまだその飲むソフトクリームを体験してないので、確かにそうですね、ソフトクリームをこうカップに入れてドロドロに溶かした感じですか、ね、どんな感じ、スタッフからの情報で、ベイフェムの下のローソンに買いに行ったら人気で売り切れ、リサの方で、ね、見つけた方、もしもう飲んだ方、レポートをメールしてくださいとスタッフから、そう売り切れだったんですね、すごいね、えどうですか、いや飲みたいです、どんな感じなんだろう、飲むソフトクリーム、だから、まあ、想像できますよね、いやまあでもできますけど、シェイクみたいになる、シェイクよりも柔らかいんですかね、甘さもね、そのまんまのソフトクリームの甘さだったら結構な甘さになりそうな感じしますね。まあそこら辺はね、美味しく調整なさってるんじゃないかと思いますけどもね。そうなんだ。ね、まあ一気に行くとね、お腹が冷えてしまうんでね、僕は行くならまあゆっくりね、口の中にでちょっと温めてから飲み込むっていうふうにして、味わいたいと思います。いやぜひね、飲んだ方はツイッターで教えてください。メールも待ってます。じゃあ続いてラジオネーム花畑のゾエッティさんからいただきました。今週放送のちびまる子ちゃんにあの世界の山寺さんがゲスト出演、世界じゃない、モノマネおじさんがやってきたの巻、うん、どんなモノマネが見れるのか今からとっても楽しみにしています、うん、個人的には、うん、野口さんとの絡みがとっても楽しみですいやあのね、そっか、もう今週なんですね、僕ね、もうこんだけ長くやってるちびまる子ちゃんも初めて出させていただいたもんですから、はい、うん、もうね、そのいろんなキャラクターをね生で見れて本当に嬉しかった。そうか、そうですよね、みんな生でやってっから、一緒にみんなと一緒に撮ったんで、はいはいはい、ね、アフレコ、そうなんです、まあ私なんかで、ね、まあ、モノマネおじさんっていうことでキャスティングされたんでしょうけどもね、いろんなモノマネ、主に動物のマネ、あ、まあこれどこまで言っていいのか分かんないですけど、ね、あ、まあ、そこぐらいまで、
っておいて、よくぞキャスティングしてくださいましたというふうに僕は思いました、でディレクターが無茶振りして、はい、うん、山ちゃんせっかくなら何々もやれるかなーなんて、あら、その場でそこに書いてないでしょみたいな思ったんだけどちょっと増やしたりとかしたっていうの、あ、すごい、すっごい細かいんでよくわからないと思いますけどもね。本当ですか、そ、本当に一瞬のことですけどね。いやでもやったのもね初めてなんですもんね、え、初めてですよ、それが意外というか、うん、そうですね、いや本当に嬉しいことでした。皆さんみんなね、もう友達とか先輩とか、はいはい、もう仲のいい方ばっかりだったんで、あ、じゃあもう楽しく、めちゃめちゃ嬉しかったですが、もうどん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 行くんでね、レギュラーの皆さんと一緒なんで、お、もう本番ですかってすごい緊張したことを覚えてますけどね、すごい、はい、今週放送、はい、さあこの後5時台ゲスト登場でございます、はい、今日ねファーストシングル Here Comes the Sun でアーティストデビューした中村修吾くんが登場でございます。まあモザイクナイト火曜日でもおなじみでございます ね、 そうですね、声優として活躍してますが、アーティストデビューですよ、今日なんですよ、今日なんです、はい、ということでデビューにちなみまして、うん、ラグビーワールドカップのようににわかデビューした話、うん、にわか歓迎〇〇デビューのメッセージも大募集します、はい、皆さんもちろんね中村修吾さんへの質問も受け付けますので、はい、メッセージ送っていただきたいなと思います、はい、アドレスは bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています、はい、Let's get started alright We still have a long long way to go描いたその翼で Keep flying and do story 明日を駆けるから You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's Shoko Nakamura The Bayline時刻は午後5時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしておりますバズーカ山田と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン、はい、この時間ゲスト登場でございます、うん、本日ファーストシングル Here Comes the Sun をリリースしたアーティストデビューしたこの方です、どうぞ。はい、山寺浩一さんの後輩中村修吾です、よろしくお願いしますお願いします。 いいんだよ、いちいちあのつけてくれていいんだよ欲しがり山寺さんねえ、まあ修吾モザイクナイト火曜日の DJ としてね、あれどのぐらいやってんの、もあれ1年半ぐらいですね今、うん、ねえ昨日も朝5時近くまで、そうですよ、寝れましたか、めっちゃ寝れました、大丈夫です、快適に寝れて、うんうん、でもあの今日はあの、うん、リリースなんでデビューなんで、そうだよ、すっごくドキドキしながら、そうだよね、あのデビューシングルの名前とかをインターネットとかで検索しながら、うんうんうん、みんな買うかなと思いながら見てました、うんはい、なるほど、いやおめでたい日ですもんね今日は、そうなんだよね、うん、我々も今手にしましたよ、はい、ありがとうございます、このだからいわゆるデビューシングルになるわけだよ ね、 そうですよね、まあ、企画もの中で、ね、歌ったりしたことはね、そうですね、今まであるだろうけど、うんはい、ちゃんとアーティストとしてね、一人のアーティストとして、これシングルなんだけどさ、すごい立派なんだよ、なんかもう写真集みたいな、あ、そうですね、お二人にお渡ししたのはあの初回限定版で、はい、あのブックレットはその、うん、フォトブックとかもついていたり、はい、いすごい、あと MV のメイキングとかもついてるんですよ、めちゃめちゃ豪華ですねこれ、こっち CD でこっち行くのこれブルーレイメイキングですね、ブルーレイついてくる、すごい、なんかありがとうございます、かっこいい、こんな表情するんだ、ね、ありがとうございます、もう今うちの事務所収納が頑張んなかったら本当にねやばいんだよ、何言ってるんすかいつも言ってますよね山田さん、いやもうね声優としてデビューしたよね、うん、結構ね経つんだよね、5年です、あ、そうでも5年か、ぴったり5年ですね今ね、そもそもやっぱりミュージシャンになろうとして上京したという経緯があるんでね、うん、それも今日はいろいろ伺っていこうかと、もしもうね修吾にもたくさんメール来てるんですよ、やった、はい、はい、ってことなんです、はい、あれです今ねちょうど池袋の地下街には、うん、あの、はいはい、アーティストデビューの大きな看板が、ね、あったりとか、そしてあのイケメンをテーマにした池袋のイケメンボックスで期間限定、中村修吾コラボカフェもオープンしてるんですよね今、いやそうなんです、ちょっと中村修吾コラボカフェって言うと恥ずかしいですけどね、すごいイケメンをテーマにしてますから、ね、イケメンを出てしかもカフェとかまたこの盛り上がりどうですか、いや嬉しいですよ、本当に、うん、なんだろう、自分でも、うん、ちょっと26歳から声優になってるので、はいはい、なんか人生でこんなことって起きるんだなっていうなんか変な感じはありますけれども、いろいろね、はい、でも
ね、あの邁進していきたいと思うので、うん、ちょっとお力をお貸しください皆さんまあね、今日がこの一つのね、さらにステップアップするきっかけにも ね、アーティストでこれまさにデビューですから、すごい頑張っていただきたいと思いますけどね。その中村修吾のアーティストデビューにちなんで今日はですね、リスナーの皆さんにもにわか歓迎まるまるデビューということでメッセージを、送っていただきたいと思います。そうなんです。もうにわかもう今歓迎、どんなことでもね、いいんで急にやったってね、うんうんうん、なんだっていいっていうことになってるじゃないですか、はい、そんなことであの勇気を持ってデビューしたこととかあると思うんですよ、はい、ぜひそんなエピソードを送っていただきたいと思います。中村俊吾君へのですね、質問やメッセージも送ってください。はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp baylin@bayfm.co.jp までじゃんじゃんお待ちしています。じゃあもう早速ね、あのたくさんメッセージいただいてるんで、来てますよ。どうしようかな、何にしようかな、それとも読むのやめようかな、うん、絶対やめないでくださいそれは、うん、まあ、曲の話ね後で聞こうと思うんですけども、あ、こちら行こう、はい、岡本さんからいただきました、もうすぐ3歳になるうちの次男も同じ週5ということで個人的に気になっていて番組をいつも聞かせていただいてます。うわ、ありがとうございます。このことでモザイク聞いてくれてるの、すごい、ね、あ、忘れてた、僕前ピンチヒッターしてもらってこのベイラインにも出てもらったことあった。そうなんですよ、あのピンチヒッター以来でそっちから私は2回目ですね、お世話になりました。そう、そのお礼を週5に言うの忘れてた親しき中にも礼儀あり僕の後輩も沖縄出身で若い頃はよく一緒に合コンに行っていたのですが、沖縄出身ということだけで女子受けがよく、マイナーな地方出身の自分としてはどうなんだろう、沖縄出身であることがいつも羨ましい。修吾さんは上京してきて沖縄出身で得したことありますか。ああ、そうですね、なんだろう、女子受けとかじゃないですけど、なんか、うん、沖縄好きっていう方って結構いらっしゃってて、あのほぼみんな好きだった、みんな好きだ、それが話の入り口になることがめちゃめちゃ多いんですよ。そうだな、なるほどなるほど、だからそれもうすごい助かってます、うん、だから名刺みたいな感じで、うん、僕沖縄出身なんですけどって言うようにしてます。あ、そう言うとな、みんなはだって行ったことない人も行きたいと思ってるし、一度行った人はまた行きたいと絶対思ってるしね、めっちゃそれはありがたいですね、そこは、はい、そこはな、じゃあ得してるってことで、いいですね、僕も宮城出身でね、いろいろね、みんな宮城大好きだから俺得してるよ、はい、はい、ありがとうございます後輩にいちいち対抗するどんなげないそれから今日はね、リスナーの皆さんにも聞きますけど、はい、デビューってことで、うん、まあ、アーティストデビューの話は後で聞きますから、はいはい、周吾が最近アーティストこの以外で CD 以外で曲以外でなんかデビューしたこととかやり始めたこととかっていうのはありますか。いいっすよ、なければないで、グアムデビューしました。おお、グアムデビュー、沖縄いいねしたらグアムですか。そうなんですよ、ちょっと自分の番組で、はい、ロケ DVD を作ろうっていう企画があって、おうおうおう、グアムに初めて行ったんですけど、うん、あそこ一年中暑いんですね。まあ、グアムはね、常夏でしょう。あ、だからちょこっと焼けてます、黒くなってますよ、はい、少し、はい、もう事務所の人にも言われたんですけど30度ぐらいあって気温が、本当に一旦先週ぐらいなんですけど、おうおう、あら、結構最近の話、最近なのね、うん、めちゃめちゃ良かった。初めてパラセーリングとかもデビューして、あー、どうだった、パラセーリング、すっげえ良かったです。空飛ぶ感覚ってこんな感覚なのかっていう、パラセーリング僕もねやった覚えあるんだけどね、ずっと止まっててね、途中で気持ち悪くなったっていうねずっとなんかもやってるみたいになって気持ちよかったですか。僕はめちゃめちゃ気持ちよかったです、はい、よかったね、グアムね、グアムね、グアム、ね、やっぱりハワイだろうって、ハワイより近くてね、そうです ね、4時間以内で行ける、4時間ぐらいで行けるんで、ね、いいよね。確かに海外はよく行くんですか。いや、そんなに行かないんで、うん、お仕事でも上海にも行かせてもらったことあったんですけど、うんうんうん、で2つ目のグアムっていうことで、はいはいはい、グアムで仕事で行ったってのまだ ね美味しいね。ありがとうございます。いろいろ食べたりしたの。バドワイザーいっぱい飲みました。あ、そうなの、うん、はい、グアム関係ないと思うんですね。そうですね、うん、あの暑いところで飲むバドワイザーってめちゃめちゃうまいですよ。でも、うん、バドワイザー以外も美味しいと思うよね。本当ですか。ね、なんで沖縄のビール飲めばよかったのにね、うん、ありますかね。ないだろうね、グアム、ね、沖縄の飲まなくてもオリオンビールないですよね。あ、オリオンビールね、沖縄で飲むオリオンビール最高だ。最高さ。ありがとうさ。合ってんのかな。わかりません。大丈夫だった。さあ、それじゃあね、やっぱりデビューといえばね、メインはアーティストデビューですから、そうですよ。早速行くんですか、曲まだいいですか、もう行っちゃう、もうちょっと、もうちょっと他にデビューの、他にデビュー、他の行きます。だって今日はもう週5の話聞くんだから。それこそ、うん、そう、グアムってまた話なんですけど、好きだな、パラセーリングもデビューだった。初めてのこといっぱいあって、うん、その生のショットガンをその射撃場で初めて撃ちました、うんうん、そんなことしたの、はい、うん、でもそれがもう肩にズーンってくる、ね、まあ、役でやるかもしれないしね、へー、
役でやるかもしれないし、役ってなの声のね、はいはい、やる声の役はあらゆることやるから、いろいろことね体験しといた方がね、そうなんです、まあ、合法なことに限りね、うん、やっといた方がいいんだよ。射撃場はすごかったですね、なんか日本とは違うなっていうやっぱ感じのことを、うん、行くとね体験してきましたからね、はい、さあそれからね、もう一つ、じゃあもうね曲のこと来てるんで、はい、紹介したいです。曲のことやっぱり聞きたいというふうにリスナーの皆さん言ってるんで、はい、おみくさんからいただきました。ありがとうございます、本日ヒアカムザさん発売おめでとうございます。ございます。何枚も買って友人に配ります。うん、ありがたいね。CD3 曲目に収録されているゆらゆらの僕の声でからの展開がとても好きです。聞いてると自然に涙が出てきます。しおこさんの作品がそのまま曲になったような、そんな印象を受けました。3曲とも素敵な曲ですが、ご自身が作詞作曲を手掛けられたゆらゆらについてお話が聞けたらなと思います。じゃあね、ちょっと聞く詳しいことは後で聞くとして、今回どういうね内容かっていうと、3曲入りなんですよね。そうなんです、うん、3曲目今おっしゃってくださったように、うん、ゆらゆらは僕が作詞作曲してて、うん、はい、いろいろ思いを込めながら書かせていただきましたね。その1曲目のこのタイトル曲のヒアカムザさんは、これはアニメのエンディングテーマになってるそうです。今うん、10月から始まっている中病激発ボーイっていうアニメの、うん、僕高島智希役として出演もしているんですけれども、はい、出ててエンディング、そんなありがたいですよね。すごい、もう嬉しいっす。他の人もね、いろいろ人気声優出てるのにね、中村俊吾エンディング嬉しいよね、これ。めっちゃ嬉しいです。自分で出てその歌を歌うって最高なんですよ、にとっちゃ。はい、すごい。俺唯一ゾロリだけだから、それあんの。ああ、ゾロリすごいじゃないですか。僕ゾロリ大好きっすよ。大丈夫大丈夫。ちょっとなんか気を使わせる。解決ゾロリ僕めっちゃ見てますよ。もうすごい気使ってるじゃないですか、山田さん。気使ってないんですよ、本当に。あのね、俺ね、はい、先に言うと、はい、イベントで多分最初に会ったのかな。まあいろんなところで会ってるかもしれない。はい、パーティーとかで会ってるかもしれないけど、はいはい、事務所のイベントで、うん、いろいろみんなね、うちの事務所がやった時に、はい、修吾が補正君とかな、はい、補正雄一ね、二人で、うん、ユニットもやっている。その二人で歌を歌って、修吾ギター弾いて曲も作ったんだよね。そうです、僕がどうなってんだっていう曲があって。俺その曲が大好きすぎて、あれ誰の曲っての僕が作りました。嘘だろうって。二人とも歌もうまいんだけど、しかも曲が良かったの。いや、ありがとうございます。それでこいつはすごいと思ったので、それで声かけてくださったの、僕いつまでも忘れてないですから。あ、そうなんですね。山寺さんがお前良かったよって言ってくれて、うんうん、多分君ねって言ったのね、うん、お前よ君ね、君は良かったよって、はい、あら、あの曲は出さないんですか。あの曲は、あの曲はそうっすね、うん、皆さんの心の中にすごい良かったんだけど、だからね、もちろんこのエンディングテーマもすごくいいんですけども、すごいかっこいいですよね。そう、おみくさんから来たこのね自作の曲も本当に素晴らしいんで、そこら辺の話もね、はい、この後じっくり伺おうと思います。ありがとうございます。さあ、それではそのアーティストデビューの曲ね、曲紹介を修吾ご自身からねお願いいたします。はい、本日アーティストデビューしました中村修吾で Here Comes the Sun。はい、今日リリースですね。中村潮、ヒアカムザさん聞いていただきましたけれども、ツイッターの方にも。ツイッターの方にもたくさんコメントがあるんですけど、まゆしーさん、今日すでに何回聞いたか分かんないぐらい聞いてますとか、もうたくさんつぶやきが来ております。やったね、集合。昨日のモザイクでも3回かけてもらったよし、じゃあそれを超えるか。ね、他にもいろいろあるからね。じゃあいろいろな CM とかトラフィック挟んで、ヒアカムザさん、その他の曲についても話を伺おうと思います。この後もよろしくお願いします。お願いします。You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's and Shugo Nakamura The Bayline To Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's and Shugo Nakamura, The Bayline.バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、この時間はゲストをお迎えしてお送りしております。山寺浩一先輩の後輩中村修吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちいちありがとうございます。立てます、先輩を立てます。まあね、はい、修吾は、まあ、このベイラインにもピンチヒッターで僕の顔に来てくれたりとか、うん、それからもうずっとモザイクナイトでね、昨日もやってました、今日の朝までやってました、火曜日けどもね、もしかして初めてって方がいるかもしれないので、うん、はい、プロフィールをあ、お願いします。ね。まあ、本人が言うよりも、
ロビンさんがここにちょっと資料あるんで、はい、あ嬉しい、お願いします。お願いします。中村修吾さんは1988年7月28日生まれの沖縄県出身、アクロスエンターテインメント所属。中学生の頃にギターにのめり込み音楽の楽しさを知る。高校卒業後音楽の道を志し上京。その後友人の舞台を感激したことをきっかけで声優を目指すようになり、ゲームアイドルマスターサイド M の天童テル役に大抜擢されます。その後も月プロジアニメーションで、久我一世役を担当するなど活躍中。そして2019年今年ですね、3月9日に第13回声優アワード新人男優賞を受賞。そして今日10月30日にデビューシングル Here Comes the Sun で、ランティスレーベルよりアーティストデビューしております。おめでとうございます。ありがとうございます。こんな素敵な説明していただいて。いやいや本当間違いないですか。間違いないですか。はい、間違いございません。大丈夫ですか。付け加えることとかないですか。そうですね、うん、まだこれからいろんなこと知りたい方は中村修吾のツイッターをフォローよろしくお願いします。そういうことね。お上手、お上手です。ありがとうございます。いやーすごい。でもさっきかけたじゃないですか、ヒアカムズザさんの、はい、私も D メロの歌詞がすごい泣きそうになる。 D メロ、 D メロ、はい、ずっと眠ってた夢がそっと目覚めたのは、うん、いつだって君が信じ続けてくれたからっていう歌詞があるんですけど、その歌詞がなんかもうすごい、もちろん声優さんとしてもめちゃめちゃ大活躍されてるけど、うん、その音楽が好きで上京してって話をそのピンチヒッターで来てくださった時に言ってたから、うん、そのまだ1年も経たない間にこんかすごいね、こうやってデビューシングルを出してファンの方への感謝の気持ちも込められてて、うん、すごい素敵な歌詞だな、歌声だなと思って聞いてました。さすがですね。嬉しいっす、本当にすごいなと思って、この、うん、これあ、蝶々さんがこれ、そうです、作詞作曲蝶々、うん、さんが書かれていて、うん、もう本当に僕デビューのシングルだったんで、はい、ちょっとこのプロデューサーと相談し合いながら、まっすぐでちょっと明るくて、はい、すっごい爽やかな曲一発目出したいっすっていう話を伝えたんです、ね、してたら蝶々、うんうん、さんがこの作詞作曲でこの曲を上げてくださって、うんうん、もうどうでした、来た時は。来た時に、うん、もう電流が走ったみたいにビビビってこう、ね、これだと、これだって、まさにと、すごい、これはもうシングルの表題曲だって思って、はいはいはい、これでやらせてくださいっていう。そうだったん、はい、レコーディング、ね、レコーディングとかはどうでした。あ、レコーディング、ちょちょさんも、うん、来ていただいて。そうなんだ。そうなんです、うん、それで、うん、僕結構後ろめにこう音を取る癖というか、はいはいはい、あるんですけど、この曲に関してはオンのリズムで、うん、撮った方が様になるので、うん、ちょっとそのリズムを染み込ませながら撮っていきましょうっていう話をうセッションしない合いながら、もうね、デビューといえどももうそこら辺は高度な話ですよ、ね、本当ですよね。きっとね、僕ら走る癖があるんでね。あ、逆なんですね。うん、後ろっていうとね、演歌歌手が久々に歌うぐらいになっちゃうからね大丈夫かなみたいな、追いつくかなみたいな、極端に、そんなレベルの話してんじゃないんですよ。いいもうそれですごくその、うん、言葉のおかげでめちゃめちゃいいレコーディングができて、うん、はい、じゃ手応えもう大ありですねこれね。そうですね、いろんな人に届いてほしいですね、うん、ミュージックビデオもめちゃめちゃ素敵ですもんね。あ、うん、今 YouTube でフルで、うん、はいはいはい、再生できて。あ、なるほど。そうなんですよ、だから中村修吾、うん、ヒアカムズダさんって調べていただいたらすぐ出ますから、動画出てくるのね。しかもフルで、はい、そうなんです、見れるんですね。フルで見れる、フルで見えちゃいます、ね、じゃあこの初回限定版のこのブルーレイに入ってるのそのメイキングなのね。そうです。あ、なるほど、はい、そういうシステムになっておりますよね。そういうシステムになっております、見てこっちも手にしてということになっておりますけども、でもね、さっきプロフィールの中でもあったんだけども、はい、ね、18歳の時にもうミュージシャンになろうと思ってね、出てきたっていう。そうですよ、音楽の専門学校に、うん、最初行ってて、うん、それでまあ2年生で卒業してからは、うん、なんだろう、もうどうやってこういう音楽で食っていくんだろうってよく分からなかったんで、うん、そのライブハウスとかちっちゃいライブハウスとかでライブしながらやってたんですけど、うん、まあ、目が出ず、うん、でそこからいろいろなんだろう、悶々としてる時期というか、うん、そういうところでお芝居に出会って、うん、でそこから声優になるっていう26歳の時だったんですけど、それも、ね、遅かったんですけど、ね、遅いんだよ ね、そんな早くはないしね、もう今のでデビューだってね、うん、そうなわけですからね、アーティストデビューとしてはね。でもなんか満を持してという感じじゃない。でもそうなんです、26からなったのも、うん、まあ、一般的に言えば遅いなっていう感じなんですけど、うん、僕なんかそれまでのこの26年間の経験ができたなっていう、うん、そこのアドバンテージがあるなって思ってるんで、あんまり遅いなって感じたことがなくて、うん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 、でその31歳のアーティストデビューに関しても、うん、なんかすごい今のタイミングがベストだなって思えるので、うん、なんかすごく今
今このタイミングが一番良かったんだなっていう、シューゴにとってね、はい、まあ、そう考えるべきですよ。もうそうなんでしょう、うん、きっと ね。でも昔からそのオリジナル曲というか作詞作曲はやられてたんですか？そうですね、趣味でもあの世に出てない曲とかでも僕はあの作ったりしてたんで、すごいたくさん作ってるらしいよね。いろいろ作ってました。もう一時期作ってる専門学校の時なんか1週間に1曲作ってました。すごい、はい。まあでもね、他にもね、いろいろその、でもね、うん、デビューするまでの間にもいろんな苦労があったりね、いろんなバイトの面白い思い出とかね、いっぱいあるんだよね。あ、そうですね。今回タウンワークさんとかにも取材していただいて、あのバイトの、あの情報誌の、はいはいはい、いろんな今までのバイトのこう経歴とかを語っているので、そんなたくさん。で今、介護の仕事とかも僕もともとしてたので、はい、介護時代で、この、なんだろう、このコミュニケーションの大切さっていうのをそこで気づけたんですよ。だから、今の仕事にこれが生きてるなってすごい思うし、なんかこう人と会話するってもうなんか僕の人生のテーマなんじゃないかなってなんかちょっと思ってる。やっぱラジオとかもやっぱこうリスナーとのセッションだなって思うし、なんか会話が僕は好きですね。そこを大切にしていきたいね。それも今までの経験があったからこそ今ねこうやってラジオでもできるし、曲作りもそれが反映されてるしてるんじゃないかということですけれどもね、あのリスナーからもね本当にたくさん来てて、ありがとうございます、日向さんからもいただいております。周吾さんアーティストデビューおめでとうございます。ありがとうございます、アーティストデビューの発表からこの日をずっと楽しみにしてきました。まさに今日ですね、周吾さんは3曲の中でこの曲のここが好き、ここを注目して聴いてほしいというところありますでしょうか、うん、今ね、まあ、この Here Comes the Sun のね、はい、この曲との出会いの話がありましたけれども、どうですかね、ここが好き、この曲が好き、それこそ、3曲ね、それぞれあると思いますが、はい、今ヒアカムザさん、あのロビンさん言っていただいた、はい、D メロの部分は僕もすごい気持ちを込めた、うん、ところがあって、うん、やっぱりその君がずっと信じ続けてくれたからの君には、すごいいろんな思いを込めたんです。家族とか友人とか、ファンの方々とか、皆さんのことを思いながら、本当に詰め込んだ内容になってるんで、すごく大切にしてますここの部分。この部分ね、はい、自作のゆらゆらの方ですか、ね、ゆらゆら、まあこっちもね、もうまさに先ほどねリサの方からもありましたけど、心の叫びじゃないかといういろんなありましたけど、はい、それは、最後の行の歌詞で、時は戻らなくても重なるんだっていう歌詞で締めてるんです僕、これが言いたくて書いたところがあるんで、いやすごいすごいなんか刺さりました最後の、はい、なんかやっぱタイムマシンとか現実に今あるわけじゃないし、なんか戻ろうと思っても時は戻らないけれども、なんかこう自分の中にやっぱ26から声優人生が始まってて、今までの部分が重なってるからこそのここのスタートができたんだっていう思いがやっぱあって、なるほど、それを言いたくて、そこが言いたかったっす ね。僕もさっき Spotify でもね聞くことができてそうすると歌詞がね歌った順番にこう出てくるのよ。そうなんですよ、俺最近 Spotify デビューしたんですごい、そうすると出てくる歌詞がそのまま歌った順番にこうパーッと、ね、それ噛み締めながら聞いたもん俺いやありがとうございます、めっちゃ嬉しい、すごいね、自分でも曲を作って歌ってっていう ね、あとそれからね、しおり俺なかなか声優としての共演がないんですよ。あ、そうなんですよ、考えてみるとね、そっちでもね、まあ、共演いっぱいしたいなとこれから思ってんだけど、どうですか声優としてはね、もう5年、5年です今、ね、5年ぴったりです。で今回この曲だってやっぱりね、この新しいアニメのね10秒激アツボーイというね、はい、これでメインの役やってるわけですけども、はい、どうですか声優の仕事をねここまでこうやってきて、いやすごい思うところいろいろあると思うんですけど、めちゃくちゃこの表現の幅が広がったというか、自分のこう感情ってこういう風にもう出せるんだっていうのを、あの気づかせてもらうっていうのがやっぱお芝居の中で、あの感じることがすごい多いんですよ。10秒激アツボーイっていうのもすごくテンションの高いアニメなんですけど、そのここまでボンってこうテンションを上げることって日常の中だとなかなかないかもしれないけど、役の中だったらそれを自由に表現できるっていう、それでなんか違う自分にも気づけるんですね。あ、僕ってこういうところもにもいけるんだとか、そういう部分で声優になれてよかったなっていう部分はそこです。なんかいろんなことに気づける、新しいで、あらゆる役あるしね、あらゆる感情をね表現しなきゃいけないし、だからアーティスト活動とこの声優の仕事って相互にすごくね、やっぱりねやってる人多いのはそういうことだと思うんだよね。いい影響をどっちにも与えてくれるなってやっぱり思います。はい、あとこれからねこうやってあのアーティストデビューするとね、いろんなところにこう出ていってね出ていってほしいと俺も思ってるけど、そうすると必ず声優はね言われるわけですよ、なんかの声やってくれって、はいはいはい、ね、どうするそういう時、
それちょっと山寺さんに聞きたいですよ。どうしますねえ、聞きたいですよね。山寺さんの方がもうめちゃめちゃ言われてるわけじゃないですか。いや俺言われるけどさ、はい、どうなだから何をチョイスするかとか難しいんだよね。言ってくれてあれって言われたらまあそれを言うけど、はいはいはい、なかなか難しいよね、絵もないところでやるって。そうですね、うん、特にそうですね、どうしましょうこれから僕言われたら声そうだな、何かインパクトのある ね、うんうん、何かさもう役でもこの一言って決めといたりした方が、それとそのアニメを見てる人は、うん、あーって思うんだけど、見てない人のはへーってなるようなのってね、はい、なんかやった方がいいね。まあ俺の場合はほらチーズやっといたらなんとかなるって言ったよね。最強ってやるとほらインパクトある。最強のカードじゃないですかそれ。うん、そうだな。30な、32年目だからね。32年だからすごいっすよ、ね、本当に。いやいやいや、シュウコどうね、これから聞かれるじゃん。僕声優って必ず声優あるあるあるだから、はい、うん、ちょっと僕もいろんな役うん、皆さんに、うん、あこれかとか、うん、あこれだって思われるような声優になれるように、うん、ちょっとまあでももういろいろね、こう人気作品あるわけだから、ありがとうございます。その中の何かでねこういうこと必ず言われるじゃん。確かに、そうですね、一言でみたいなありますもんね、役でっていう、ね、うん、アイドルだとキャッチフレーズなんでしょ。え、なんですか、キャッチフレーズみたいな。 あなたのハ ハートを狙い撃ちみたいなやつですよね。今のハーチョもめちゃめちゃ可愛いっすね。なかったんですよ、なかったんです、そういうのが一切なかったから、はいはいはい、同じです、困ってたんです。なんかありますよねって言われて、あ岡田ロビン翔子ですしかないですっていう悩みですよね、ずっと。なんかそういう時にねパッと言えるのあるのいいなっていう話。そうですね、キャッチフレー、うん、ちょっと考えときます。はい、さあということで、はい、ね、もう本当に今日リリースということなんですけども、うん、まあイベントとかいろいろあるんだよね、もちろんね。あ、そうなんです。歌聞けるんでしょ、秀吾の、はい、素敵な生声が。いいですか、告知お願いしますよ。中村秀吾ヒアカムズザさん発売記念イベント、今年2019年11月24日日曜日、東京アニメーションカレッジ専門学校ホールで、うん、トークとミニライブ、ミニライブはですね、うん、アコースティックバージョンでお送りします。そして握手会、サイン会行いますね、うん、その後福岡大阪と回ります。皆さんよろしくお願いします。リリースイベントです、うん、はい。そして、うん、12月7日8日には、オリジナルエンターテインメントパラダイス俺パラ2019、はい、出演させていただきます。小野大輔さんとか鈴村健一さん、そして森久保翔太郎さん、寺島拓馬さん、4人がホストを務める毎年恒例のイベントでございますよ、はい、これも大、もう4人ともすごいじゃないですか。いやめっめっちゃありがたいです。大人気のように、しかも森久保翔太郎ですよ、この、ね、ザ・ベイラインファミリーでございますから、はいはい、ベイファミリーです。ここにね、シュウ君も出るということで。いやー森久保さんめっちゃ優しいです。もうしょっちゅうこう LINE をいただいてですね、あ、そうなの、すごいオリジナル良かったぞとか、うん、いろいろ、この前、うん、アドリブっていう舞台に出演させていただいたんですけど、 あの恐ろしいやつ、そうです、恐ろしいやつ、鈴村君が主催してるやつね、はいはい、それで森久保さんと二人で公演だったんですよ。あら、しかも幕張で、あら、はい、すごいね、すごい運命を、すごいことするね。あれってアドリブでずっと芝居作っていくわけでしょ。そうなんです。だから怖くてできないもん。鶴瓶さんかって話だよね。確かに、あ、そうです、もうそういう感じです。もう僕、うん、その日一生のうちで一番緊張してて記憶吹っ飛んでますから。でもなんとかなったんでしょ。いやー、どうでしょう、ショートに引っ張ってもらった感じか。また今度リピート放送も映画館でやるので。映画館で、はい、映画館、皆さんぜひぜひね、チェックしてみてください。ねえ、とにかくもういろんなことにチャレンジしてるね、シュウゴもね。ありがとうございます。ねえ、これからでも今日アーティストデビューですからね、うん、ここからね、アーティストとして、頑張っていただきたいと思います。シュウゴ、じゃあ最後にね、リストのみんなに一言メッセージをお願いいたします。はい、中村シュウゴ31歳にして、うんうん、アーティストデビューをさせていただきました。いいぞ。本当に皆様の応援の声があったからこその、デビューだと思います。これから目指せ武道館ということで、はい、皆さんのお力添えが本当に必要なので、うん、これから中村秀吾と一緒に歩んでいってください。これからもよろしくお願いします。いや、ありがとうございます。武道館見に行きたい。ぜひね、その武道館やるんでっていう告知もこの水曜日に来てほしいですね。やりたいですね。またぜひ来てほしいです。ありがとうございます、はい、というわけで最後一曲聴きながらお別れとなりますんで、秀吾、はい、からねお願いします。本日は本当に皆さんありがとうございました、はい、中村秀吾でゆらゆら。この時間は中村秀吾さんを迎えて お送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。
Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカヤマデラと岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、ね、中野修吾うちの後輩でございますけれどもね、まあ、僕大して何も修吾したりしてね、はい、までしてないんですけどね。そうなんですか。本当にでも今度ねなかなか、でもえ一緒にコラボというかね、いやいやいやというかね、見たいな聞きたいなと思いました。まあ、あの役者として声優としても成長してほしいけども、僕本当にアーティストデビュー本当僕も本当に嬉しく思って、本当に本格的にどん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 活動してもらいたいと、いやちょっと最後思ってるんです。最後に武道館って言ってたじゃないですか、行きたいなと思って、ね、そうなんですよ。絶対いいアーティストボーカリストだと思いますしね、頑張っていただきたいと思います、はい、さあそんなね中村修吾がアーティストデビューしたということで、はい、皆さんからね、にわか歓迎丸々デビューってことで、メッセージはい、いただいております。いただいております。あ、早速あれですよ。松田の総一郎さんが、飲むソフトクリームデビューしましたって、先ほどね。エンタメで取り上げましたよね。来ました。飲むソフトクリーム、昨日買って飲みました。シェイクとは違って、牛乳っぽい喉越しで、サラサラしていましたよ。ああ、なるほど、味は明らかにソフトクリームです。大変美味しゅうございました。うん、あ、そう飲みたい。あとね、ラジオネーム、ダッフィーさんも、うん、飲むソフトクリームさっき飲みました。うん、甘党の僕でも甘いっていう感じがします。味はソフトクリームのまんまです。という、早速皆さん。ローソンでしたっけ、ね、そうです。ローソン、ね。ローソンの飲むソフトクリーム。いいですね。ちょっと、下のローソンはちょっと売り切れてるみたいだから違うところでちょっと私も探してみたいと思います、うん、続いてこちらはですね、はい、グリーンラベンダーさんからいただきました。先日東京モーターショーに初めて行きました、うん、しかし車より人混みの凄さに圧倒されて終わってしまいました。特にこれが見たいという目的はありませんでしたが、はい、モーターショーに来れたということだけで満足してしまいました。次回はもう少し下準備をしてから行きたいと思います。あ、そっか、そんな調べずに、ね、ちゃんとねここでこういうことやってんのかとかっていうことですか、ね、いやでもね、僕も行きたい行きたいと思って一度も行ったことがないんですよ。あ、本当ですか、ね、でも今ねいろんなもので取り上げられてて、車だけじゃない車以外のものをいろいろ従事してるっていうね、確か昨日話がねありますけど、アリコンさんがそのお話してましたよ、うん、そうですか、うん、じゃあ僕はするのやめてきたなんでですか、行ってない上にね、なんでアリコンさん確か行ったっていう話、行った人を言うのよ、行ってないのに言うのもね、うん、ちょっとテレビで見かじって聞くかじったことを ね、 そうなんですね、言ってもしょうがないんでね。いやでも盛り上がってますよね。言ったそうですよね。羨ましい。コンセプトカーとか見てみたいね。ね、いつかどうなるんだろうってね。確かに。続いて、ラジオネームふっくらじんべいさんからいただきました。ありがとうございます、初メールということで、先日ようやくタピオカデビューをしました。もともと見た目があまり美味しそうに見えていなかったことと、なんだか喉に詰まらせそうな気がして食べようとは思わなかったんですが、うん、今日ゲストで来ている中村修吾さんのコラボカフェのメニューに、紅芋アイスとタピオカというものがあったので初めて食べてみました、うん、グミのようなそうでないような不思議な食感でした、うん、皆さんはタピオカデビューはされてますか、うん、ねえ、タピオカやっぱ今年はもうタピオカタピオカって何回も聞きましたけどね。そうですね、でも寒くなってくるとあのホットタピオカがね、はい、ホッタピがねホッタピっていうんですか、僕もほらあったかい飲み物がどっちかと好きなんでね。あ、そっかそっか、そうですよね、まあ、ホッタピをね、うん、ちょっとそこら辺ちょっと飲んでみようかと思ってるけどねまだ飲んだことはそうですね、ないですか。これちょっと自食な、あ、これ言わない方がいいかな、今ね、まあ、6時のこの時間だからね、何ですか、何ちょっとちっちゃい声で、ちっちゃい声飲むときいいんだけど違うところにあるとこんな風になるのかっていう思ったねこれ話さない方がいいですね。さっき、まあ、あのことだなと思ってやめときます、はい、やめてください。ね、シチュエーション変わるとこんなとこ、こんなとこにタピオカがここダメだろ、ここに誰だよここにしたのみたいなね、やめてください、ここに捨てたのみたいな、ね、ご飯の準備してる方も多いと思います。わかりました、気をつけますはい、続いてこちらね、まるまるデビューということでいただきました、うん、パンちゃんからいただきました。パンちゃん、来月、52歳になるおばちゃんです、うん、子供はまだ10歳、はい、今日も持久走大会があり学校に行くと周りはキャピキャピママばかり、うん、キャピキャピママキャピキャピママ、ビデオを撮るのに微妙に見えにくい距離もあり、運動会では他の子を撮りまくって失敗したんで、今日はとうとう
老眼鏡デビューしましたよ。あー、老眼鏡ね、はいはい、ケントデリカットさんみたいに目が大きくなるんですね、ように見えるってことね。山ちゃんまだ大丈夫？あ、もう随分前から使っておりますよ。使ってますか？老眼鏡というより、まあ、私はだいぶ前から遠近両用メガネというのを使っておりまして。なるほど、今はあの、スタジオには置いてますけど、僕裸眼でも全然あのこういう風にね、普通意外と大丈夫だったりするんですけども、はいはいはい、老眼鏡を使うのはあの爪を切るときですね、主にね。爪？これでもかってちっちゃい字で何か書いてあるやつね。もうザ、だ、喧嘩ってんのかみたいなちっちゃい文字載ってあるじゃないですか。まあ、また、まあ、うん、あれ、ありますよね。うんうん、この間もなんかの電化製品があった、ちょっとおかしくなってサービスセンターに出まして、で、そこのしょ、なんとか番号を、おっしゃってください。これ読むんですかみたいな。ちょっと待ってくださいっつってかけたったらいますよね。そういう時は無理だろこれ、もう8か B かなんて絶対わからないっていうね。まあ、確かに説明書のやつ8か B かなんて丸まってるか角かですよ、上が、まあまあまあ、それ以外違わないでしょ、まあまあまあ、真ん中もか、まあまあまあ、何の話わかんなくなっちゃった。あ、でもね、この方はね、お子さんの持久走大会で老眼鏡デビューしたということでね、バッチリ見えたのかな。大したもんですよ、52歳で10歳のこと、うん、かっこいいですよ。かっこいい、はい。じゃあ続いてラジオネーム南風さんからいただきました。先日友人宅に集まっていた時、その中の一人がタピオカ飲みたいと言い出したので、タピオカデビューだけでなく一緒にウーバーイーツデビューをすることになりました。スマホで配達員さんの位置情報がリアルタイムで分かり、配達員さん頑張れ、そこの角右だよ、あ、家の前まで来たなど、一通り盛り上がったところで無事タピオカが到着。来るまでは配達員さんと記念撮影しよう、記念撮影撮ろうと言っていたのに、全員人見知りの自分たちは配達員さんにご苦労様でしたと声をかけるのが精一杯でした。しかしウーバーイーツで盛り上がりすぎて、後に残されたおじさんには甘すぎるタピオカたちが、完全に持て余す結果となってしまいました。ウーバーイーツね、使ってる方多いですね。山寺さんもどうですか？私も使ってますけども、この間まあ、うちの両親はもう宮城からね、もう何年か前に東京来てますんで、はいはいはい、両親がいるところでもちょっとウーバーイーツやってみようかっつって、ここも来るのかな、あ、来るよ来るよと、はい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 、じゃあやってみようっつって、みんなで見ながらね、80で過ぎてる両親と一緒に見ながら、あ、この人来んのって、楽しみ楽しみなんつって、ね、顔も出るんでしたっけ。顔も出るんですよ、このなんつってかっこいいやつね、かっこいいやつ、アイコンみたいな、ツイッターとかも一緒、アイコンで、ね、出るわけですよ。アイコン出てこなかった山田さんびっくりしちゃった。もうすぐ来る、もうすぐ来る、迷ってる迷ってる、入り口わかんねえんだ、迷ってる迷ってる、電話してみようか、大丈夫大丈夫って、やっと来たらおふくろがね、私が出る私が出るっつってね、すごい可愛い子だったっつってね、写真からこう出る出るって興奮してね、ご苦労様、なんか飲み物でもあげた方がいいかな、じゃあ、あ、コーラある、コール、うん、これ消費券切れてたとか、ね、バタバタして、ちゃんと切れてないやつをあげて、すごい楽しい、最後にまた来てねっつってたんだけど、また来るかどうかは難しいそこは選べない。はい、そうです。いや、面白いですね。さあ、ということでこの後6時台は街角 DJ しまちゃんこと島村幸男さんが、皆さんに知ってほしいイベントを紹介すると言ってましたので、皆さんそちらもお楽しみに。はい、そしてクックルビもあるんですよね。はい、クックルビもございます。はい、皆さんまだまだメール、にわか歓迎、〇〇デビューも、ベイラインアットマーク、bayfm.co.jp までお待ちしています。さすがにいいです。僕は午後6時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしております、バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。はい、6時台はこのコーナーです。島村由紀夫、島ちゃんがいろんなスポットに進出します、マシカド DJ のコーナーでございます。さあ、今日はどこに行ってるんでしょうか。由紀夫、はい、由紀夫でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。今日ですね、うん、大多喜町にありますカフェクラブビッグワンというところにやってまいりました。はい、こちらね、多くのバイク乗りや自転車乗りが集うカフェでありましてですね、バイクのツーリングを通じて、まあ、様々な社会奉仕活動なんかを行ってまいりました。素晴らしい。で、今年からね、地域社会貢献を行うですね、一つの団体として新たなデビュースタートを切ったということでやってきたわけなんですが、はい、早速ですね、カフェクラブビッグワンのオーナーでありまして、一般社団法人ピースメーカーの代表理事であります、道家、直美さんにお話を伺いたいと思います。お邪魔しております。どうも、はじめまして、ありがとうございます、道家です。よろしくお願いします。かなり山登ってまいりました
かなりちょっとね暗くなってまいりまして、これ大滝風の村ビッグワンということで、素敵な山小屋風のカフェですね。はい、あの星が綺麗なのが自慢の、大滝の山のてっぺんにあるカフェです。これでも本当に外広場 も本当に素敵でね、はい、広いですけども、もうすでに星綺麗でしたよ。あ、そうですね、あの時期になると天の川も見えるぐらい綺麗です。はい、で皆さんここに集うわけね。はい、そうです。さあということで、そんなですね、道家さんにいろいろとお話を伺ってまいりたいと思いますが、はい、まずはこの一般社団法人ピースメーカーというのはどういう団体になるんでしょうか。もともとこのビッグワンで、社会貢献活動を、まあ、行っていたんですけど、それを今年から大きく動かすために、オートバイと自転車でできる、地域社会貢献っていう目標を掲げた、社団法人っていうのを立ち上げさせていただきました。今年の4月ですね。あ、今年の4月に。はい、そうです。で、じゃあ今までこの事務局がこちらのクラブの方でやってたっていう形になるんですかね。はい、そうです。もともとはこのビッグワンで11年間続けてきた活動なんですけど、今年からはっきり社会貢献活動と、まあ、営利活動を分けようということで、社団法人を立ち上げた次第です。あ、じゃあもう結構長くやられたことということですが、今までの活動ってどんなことを行ってきたんですか。サンタライダーっていう、児童福祉施設の訪問活動が一つ、それからサンタさんになって走るってことですか。うん、そうです。サンタクロースの格好で、うんうん、オートバイに乗って、クリスマスパーティーやってる施設におもちゃ届けたりお菓子届けたり、あと、まあ、コミュニケーションを広げてきたっていう活動ですね。それともう一つ、同じ団体で、東北石巻の復興支援ミーティングだとか、はい、そういったものももう4年間、はい、それから、その他この今やっている児童虐待防止活動っていうのを4年前から、オレンジバイカーズという形で、展開してきてます。やっぱりその、オレンジリボン運動と同じオレンジ色のベストとかお洋服を着てっていうことですね。はい、そうです。まさにオレンジリボンのオレンジを、テーマカラーにして、オレンジ色のベストを着て、千葉県下を自転車とオートバイで走って、児童虐待防止活動を広めていこうっていう、そういう団体です。その、まあ、オレンジリボン活動と同じ、まあ、オレンジ色カラーで、まあ、バイクで走ることを、その走るなんていうんですかね、意味みたいなものっていうのはやっぱり皆さんに共有していくってことなんでしょうかね。そうですね、オレンジのベストを着て皆さんで走るので、まあ、この活動が広がってくれば、ある意味児童虐待防止活動に対するその抑止につながるんじゃないかなっていうふうに考えてまして、で、まあそんなに高い志を持ってなくても、まずは児童虐待防止活動に何ができるのかなって、どんなことがあるんだろうっていうところから気軽に参加していただいて、その走ることに意味を持ってもらいたいって、そんな活動ですね。その注意喚起というよりも、そのオレンジ色を見ることによってはっと気がつくことにつながればっていうの形ですかね。そうですね、まあ、ちょっと言い方悪いんですけど、監視とまでは言わないんですけど、オレンジ色のベストを着た、もしくは何かのグッズをつけた自転車やオートバイがこの期間中千葉県下をたくさん走っていると、でそれを見た例えば児童虐待の当事者の方が、あ、俺今やってること児童虐待なんじゃないかなとか、しつけだと思ってることがこれ果たしてどうなんだろうっていうふうに自分を見つめ直すチャンスを与えてあげられるような活動に広がったらいいなっていうふうに思ってます。実際そういった児童虐待の、まあ、現場、そういう、まあ、あれもしかしたらというところって緊急電話と同じ189という番号があるんですよね。はい、そうです。私ども今 T シャツだとかそういったものを揃えて、またビブスにも入ってるんですけど、いち早くっていうふうに覚えていただけるとありがたいんですが、189番っていう番号が、児童虐待だと思われた時に通報する通報ダイヤルになってます。でそういったものをちょっと活用していただいて、まあ、地域の目でね、広い目で、児童虐待を、取り締まるって言ったら変ですけど、まあ、みんなで守っていく、子どもたちを虐待から守っていくっていう活動の、オートバイ部隊もしくは自転車部隊っていう形です。なるほど。で今までずっと活動されてきた中で、今回からいろいろと形を変えていくというようなことなんですよね。はい、今まで集団で走ってたんですけど、今年から千葉オレンジバイカーズラリーという、うん、ラリーという形式で千葉県下の7カ所を、ポイントを、取得しながら回っていただくと、うん、まあ、ちょっといわゆるラリーだけなんですけども、その中に、その中のポイント2カ所ぐらいが、このオレンジリボンの活動するポイントとして、より人がたくさん集まる場所に、こっちから積極的に出かけていって、児童虐待防止活動を広げていくっていう、そういった趣旨の、オレンジバイカーズラリーというのを、自転車と、オートバイで行う活動を今年の、目標というか今年の活動にしてます。で日程が出ているんですが、11月3日日曜日と11月17日日
曜日の2日間に分けて の開催ということですね。はい、そうです。3日は1日だけ走るんですが、10日の日に実際のラリーを開催するような形になってますので、まだ募集してますので、ぜひたくさんの方に参加していただきたいなと思ってます。ちなみに3日の予定というのはどういう形になるんですか？はい、千葉市役所、この活動は千葉県と千葉市の講演をいただいている活動ですので、3日の日は千葉市役所で結成式、バイク隊の結成式を行って、その後に、いすみ市のふるさと公園の方で、オレンジバイカーズ活動をさせていただきます。いすみ市ふるさと祭り、いわゆる産業祭り。そうですね、産業祭りです。はい、その場所でオレンジのグッズを配ったり189の普及活動をします。で、17日の予定というのはどうなってますか？はい、17日は千葉県庁の正門前からスタートしまして、はい、で千葉県下7カ所で、千葉のいすみと、それと木更津でオレンジリボン活動をして、あと和田浦と、木更津うまくたの里で、そこの、メビスポイントの写真を、上げて千葉を紹介するというような活動をしながら、千葉県庁でゴールという形のラリーを行います。これでも大体その参加人数はオーバーにどれぐらいを予定されてるんですか？今年はプレランという形で、来年がちょっと本開催というふうに考えてますので、まず200台という形で行いたいなというふうに思ってます。これでも200台が同時に動くとなると相当なちょっとあれですけれども、これやっぱりそのラリーにすることでポイントポイント休憩場所があったりするからいいんですかね？そうですね、今まで集団で走ってたもので、これ以上だとちょっと危険だということで、ラリーにしたことによってまとまって走ることがないので、ただ集まった場所でポイントを稼ぐ場所で集まっていただいて、バイクから降りてその活動をしていただくという形なので、まとまって走ることはないです。ただその走ること、オレンジを身につけていることで、そのいわゆるマナーとかルール的なものっていうのはやっぱり模範的な活動になりますよね？そうですね、自分が参加している活動に意味があるっていうのを明確に認識していただいて、本当にね、そのオレンジの、ビブスを着て走っているライダーたちに、マナーやモラルのお手本にもなっていただきたいなというふうに、そういうふうにも考えています。じゃあそのスーツだったりバイクに関してもいろいろとやっぱその制限みたいなものってあるんですか？はい、例えば半袖と半ズボンで来るだとか、あとは社会的にいわゆる不適合だと思われるようなバイクの改造がしてあったりだとか、あとは無駄な空ぶかしをしたりだとか、そういったマナーを守れない方はちょっと参加できません。実際にじゃあちょっと参加したいなと思われた方はどういうふうに申し込みすればいいんでしょう？ピースメーカーのオフィシャルページがありますので、そちらの方から、ラリーの概要等も書いてありますので、そちらでお申し込みができるような形になります。ちなみにお値段というのは何かかかるんですか？はい、2日間T シャツだとか、参加の景品も配ってますので、記念品も、なので2日間両日で5000円という参加費になってます。でももうこれまでの活動されてる中で仲間って相当増えてるでしょ？はい、そうですね、東北に毎年行ってますんで、はい、今回の活動も東北の方からたくさん僕らがね行ってるので、お礼と言ったら変ですけど、その活動協力するよと言って、石巻の方からたくさんわざわざこの活動のためにね、千葉まで来てくれる仲間が、おかげさまでできました。やっぱりその横のつながりというか絆っていうものは感じますか？そうですね、オートバイって会話ができない乗り物なので、だからやっぱりそのなんすか、心と心のコミュニケーションって大変ですけど、僕はそういう意味ではバイクっていうのは、自転車もそうですけど、会話ができない分本当に相手のことを思いやったりだとか、そういったものが必要になる乗り物なので、特に団体で走るときは、なのでそういう意味ではね、仲間が本当に作れるアイテムだなっていうふうに思ってますね。本当にその走ることによって何かに力になるっていいですよね。そうですね、あなたの走りは無駄ではないと、要は走ることに意味があるんだよって、そういった気持ちを持って参加していただけたらありがたいなというふうに考えてます。さあ、詳しく参加方法などはですね、一般社団法人ピースメーカーのホームページをご覧になっていただきたいと思います。で、本当にその、バイクは言葉がね、会話がないという話でしたけれども、僕やめちゃん、ロビン、はい、こちらのカフェでね、ハンバーガーをいただいたんですね。あら、もうね、相当でかい、美味しかったんですけど、はい、サイズと、肉を食らうというのがコンセプトなので、オートバイ乗りにも、ね、自転車乗りにもすごく人気があって、たくさん食べていただいて、これ食べてる間完全に僕無言でしたよ。そうですね、それが自慢です、ね。はい、あれでちなみに お値段おいくらなんですか？1400円です。はい、めちゃくちゃ肉食べましたよ。いいな、本格的ですね。ありがとうございました。今日ちょっとね、もぐもぐタイムはね、さすがにね、ちょっとねさっき食べちゃったんで、先にやっといたのね。はい、
さあ、そういうことで、今日はですね、11月に開催されます、千葉オレンジバイカーズラリー2019について、一般社団法人ピースメーカー代表理事井戸家さんにお話を伺いました。これからもぜひ頑張ってください。ありがとうございます。何かメッセージありますか、リスナーの皆さんに。はい、ぜひですね、そんなに志高くなくても結構です。とにかく参加していただいて、次の機会からね、俺走ってることに意味があって社会貢献になってるんだっていう風に感じていただけたらありがたいので、ぜひ気軽にっていうのは変ですけど、気軽に参加していただきたいなというふうに思ってます。で、いよいよ来年もっと大きくなるんですよね。はい、来年は本開催ですので、人数もそうですし、企画内容も広げて、より広くより広域に、この活動を広められるようにしたいなというふうに考えてます。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。以上、ゆきおがお届けしました。はい、ありがとうございました。ちまちゃん、ありがとうございました。とけさん、ありがとうございました。そういうことなんですね。いや、ツイッターにもこの活動はもっと知られてほしいってつぶやきもあったんですけど、本当に大切なことですよね。うん、やはりね、児童虐待っていうのは本当に大きな大きな社会問題になっております。その啓発活動っていろいろ大事、ね、行政に任せるだけじゃなくて、はい、こういったね、団体の方々がこういう活動もなさってるんですね。千葉オレンジバイカーズラリー2019ね、先ほど島ちゃんも言いましたけども、いろんなホームページに載ってますんで、うん、一般社団法人ピースメーカーさんのところでね、はい、見るといろいろ分かるということですので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。さあ、この後もね、にわか歓迎、にわか歓迎丸々デビュー紹介しますので、皆さんメッセージを寄せください。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE@BAYFM.co.jp までお待ちしています。一曲お届けしましょうね。バイクの話出ましたんで、この曲いきたいと思います。はい、1982年公開の映画汚れた英雄の主題歌です。ローズマリーバトラー、汚れた英雄。さあ、ここでお知らせです。ベイ FM 開局30周年企画、千葉商科大学サービス創造学部の学生と、はい、サマンサ・ベガ、そしてベイ FM のトリプルコラボバッグ販売となっております。大人かわいいビニール素材のクリアバッグ PVC バッグで、A4 サイズの肩掛けバッグとミニサイズの2タイプございます。はい、どちらのサイズとも限定100個ということです。PVC バッグの中に布のバッグがセットされた、そうなんです、これバッグインバッグなんですね。もう二重構造になってるんです。はいはい、この布バッグの方にも持ち手とそれからマチもついておりまして、そう、独立して持てるバッグになっているんです。うん、はい、でこちらの方のね、布の方はね、色はネイビーとグレーのリバーシブルということで、そうなんです、中もね、そうなんですよ、これ色々とこれ完全にひっくり返してるんです ね。こっちまでロゴがしっかり入ってて、うん、気分だいぶ変わりますもんね。そう、これその時によって自分で選べるのは楽しいですよ ね。そうなんです。こちら世代を超えてそれぞれのライフスタイルに合わせて、はい、学生さんにも OL さんにも子育てママにも持ってほしいというアイテムに仕上がっております。はい、もうこちらね、うん、A4 サイズで肩掛けできる大きいサイズは税込み 16,280 円、うん、そしてミニバッグは税込み 15,180 円となっています。はい、ね、これ本当使いやすいですよね、絶対に。そうなんですよ、うん、ね、荷物が多くなったら別々に使うこともできるというね、そうじゃないと一つにまとめることもできるといういろんな使い方ができます。はい、こちらのバッグ、ただいまサマンサベガララポート東京ベイ店、そしてサマンサベガーのシュエットギャラリーイクスピアリ店で販売中です。またサマンサベガ公式オンラインショップでもお求めいただけますよ。大小各サイズ100個限定、千葉商科大学サービス創造学部の学生とサマンサベガ、そしてベイ FM のトリプルコラボバッグ、ぜひチェックしてみてください。 The Bayline。バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。今日ご時代ね、にわか歓迎、にわか歓迎丸々デビューってことで皆さんからメッセージいただきましたけど、はい、お一方、電話つながっております。直接伺ってみましょう。もしもーし、もしもーし、こんばんは。こんばんは。はい、お名前教えてください。はい、なおこです。なおこさん、おいくつでいらっしゃいますか？はい、20歳です。あら、20歳ちょうど若いね。はい、そんななおこさん、何デビューなんでしょうか？はい、最近スーツデビューしました。スーツデビュー、スーツデビューあら、ほうほうほう、あれ今20歳で、はい、うん、今年21、もうすぐかな、うん、21になります。うんうん、今お仕事は、
フリーターしててアルバイトをやってるんですけど、そうどうしても行きたいなって思う会社があって、会社があって話しようってスーツ買いました。なるほど、就活を始めたってことね。そういうことです。すごい。なるほど。スーツってなんかもう大人の階段を登ってる感じですよね。うん。じゃあもう来て行ったんですか、そこ活動にっていうか。これがねまだ切れてないんですよ。あ切れてない。そうなんです。あじゃあデビュー正式にはまだデビューちょっと前ね、今準備段階。そうまだ試着しかできてなくて、インターンシップが通らないと切れないっていう感じです。そういうのがあるんですね。ほう、はい、じゃあ手元にスーツはあるの？はい、お家にあります、ね、あるけどね。えスーツ着てまだ行ってないってことか、うん、どんなスーツ買ったんですか？普通にスカートなんですけど、リクルートスーツ、うん、っていうのを買いましたね、うんうん。色は黒ですか？あれは灰色か黒かどっかだった。灰色か中間ぐらい。まだまだもう黒に近いかな。黒かな。大体だったのね。あのね最初迷うでしょう、だってネイビーか黒かグレーかとかあるわけでしょ、いろいろ。いっぱいあるから。なんか安いのをくださいって。安いのがまず値段でね。はい、あそうですか。でサイズ的には大丈夫でしたか？サイズは大丈夫でした。大丈夫ね。ちょっとスカートがパツパツだったんですけど、パスパス変えてもらったので。パスパス。大丈夫。スカートが、うん、大丈夫です今は。現状維持しとかないとね。あれですよね。そうなんですよ。ね、じゃあどうぞお客さんビリッって言ったらね。うん、最悪です。ストレッチ効いてんのかある程度今リクルートスーツってどういう感じなのかな。ね、昔はねスーツでねなかったですよストレッチ効いてるなんてのは。ウールで自然とちょっと効いてるぐらいでね。なかった。今はありますものね。そうですね。ストレッチ効いてるやつですか。聞いてるんじゃないかなと思いますね。結構伸びた初スーツとかよくわかんないよね。よくわかんないですね。もともとウールだったらこうある程度伸びるけどね。まあ僕もそんなにスーツのこと語れるほどねあれですけど、まあ年も年なんでね、今までいくつかありますけども、どうですか初めてそのねまだ試着ですけれども着た時の感覚は。わースーツだーってなりました。はい、わースーツだ。まあそうですね、これから目的に向かってね着るのはこれからですものね。そうなんですよ、うん、ちなみにそのね行きたい会社があったからそうね就活してリクルートデビュー、リクルートスーツデビューってことでしたけども、どういう仕事か聞いてもいいですか、はい、どういう会社なのか。はい、音楽関係の会社なんですけれども。音楽関係、はい、ほうほうほう。そう、そこのなんか宣伝とかに携われたらなって思って、うん、とりあえずまずインターンシップが通るといいなって思いながらエントリーをしてる段階です。なるほどね。じゃあその先の夢なんかも聞いちゃおうかな。直子さんの夢は、うん、もしねそこにね就職できてどういう風な活動した、今ねちょっとありましたけどもね、宣伝とかいろいろありましたけどもね、夢はでっかく持った方がいいですよ。そうですね、うんうんうん、今のお仕事も結構なんかアルバイトだけど、うんうん、本当に好きなものに携わる仕事をさせていただいてて、ね、ちなみに何系ですか今やってるのは。まあ販売業ではあるんですけど、これも音楽に関わるお仕事。音楽に関わるお仕事今もやってらっしゃるね、バイトだけれどもやってらっしゃる。ほうほうほう。 そこでなんかいろいろなんだろう、経験、売り場を作ったりとか、うん、コーナーを作ったりとかをさせていただいてて、うん、でなんかそういう仕事を通していくうちになんか自分の好きなものだとか、うん、そこで出会ったものをもっといろんな人に知ってもらう仕事ができたらいいなって思ったから、うん、その会社に勤めれたらなって思ってます。 なるほど、ね、なので、うん、近くでなんか好きなものをよりいろんな人に広めていく仕事が、うん、をするのが夢です。わー、なるほど、めちゃめちゃ素敵じゃないですか。素晴らしい夢だと思います、すごい、ね、うん、ぜひねビシッと着こなしてね頑張っていただきたいと思います、はい、うん、ありがとうございます。はい、応援してます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。直子さんありがとうございました。はい、はい、ね、まだインターンシップが通ってなくて、来てないというですね。でも購入はしたって、まあ、インターンシップってのは何か我々ぼんやりしか分かってないということですけど、それが申し訳なかったですけど、ね、ありがとうございました。はい、さあこの後もですね、あ、この後は、はい、この後はクックロビンでございます。クックロビンじゃないですか。そうですよ。はい、簡単で美味しい料理を紹介します。料理の写真とレシピはザ・ベーラインの公式ツイッターの方にアップしますので、皆さんよかったらそちらをチェックしていただきたいなと思います。はい、さあということで、ここで、まあ、デビューにちなんで1曲お届けしたいと思います。11月6日にデビューする注目のシンガーソングライターです。12月公開の映画僕らの7日間戦争の主題歌、佐野いぶき決戦前夜。始まりの合図が聞こえ。
お送りしたのは佐野いぶき決戦前夜でした。 You are listening to Bazooka Yamadeyla Shoko Robin Okada's The Bayline。 さあ皆さんお手を拝借。パンパンがパン、あ、それ誰が殺した。クックロビン、松岡山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあということで、ここからは各週の企画、クックロビンでございます。まあ、ちょうどね6時31分夕食時ということで、私岡田ロビン翔子簡単に作れて美味しい一品を紹介したいと思います。いやー、あれですね、はい、ラジオ番組表 DJ 人気 DJ ランキング、全国 FM 部門第2位のロビンさんが作ってくれる料理を私がこう ねいただくわけですから、本当に嬉しいことですよね。よく言いますよ、いつもねこ のクックロビンがあるって言ってるのに、なんかバク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 食べてね、なんか全然このコーナー楽しみにしてなさそうだなっていう。何おっしゃいますか、そんなことございませんよ。ありますけども、あんまり減らしすぎててもね、あれだと思ってちょうどいい頃にしておりますよ。まあまあまあ、前回はお家で、はい、餃子の皮で簡単ピザを作ったんですが、はい、先週クロストークで門脇智子さん、大先輩の門脇智子さんから、ぜひロビンちゃんお酢を使って何か一品作ってくれないかという一言いただいたので、ね、いろいろ迷ったんですが、その後ね先週やってたんですからね、お酢のやつはリスナーの皆さんからいただいてね、はい、いろいろ迷ったんですが、今日作ってきたのはこちらです。お家でサンラータン風スープ。あれ本当にお酢じゃないですか。本当にお酢、本当にお酢じゃないですか。やっぱりほら先輩からのお言葉は必ず守らないといけない。これは先週のお酢のところでは、ね、はい、やってなかったのね。やってなかったです。あの番組で、門脇さんの番組で、ね、いろんな情報があったんですよ、ね、バルサミコ酢を使ったものだったりとか、ね、 ね、そんな使い方があるのとかいろいろあったんですけど、その中で、うん、あの餃子を酢コショウで食べるの美味しいって聞いてたら、うん、なんかこう中華が食べたくなって、中華といえば私はサンラータンが大好きだ、それをお家で食べれたらいいんじゃないのっていうことで、うん、初めて作ってみたんですけど、ほう、ちょっとぜひ。あ、いやいやいや、見た目はもうやっぱほら寒くなってくるじゃないですか、うん、はいはいはい、これから夜はね、うん、サンラータン麺は僕あのよくね、その中華行ったら食べますけど、あ、本当ですか、これはスープなんですね、はい、サンラータン麺はないんだ。麺はない、まあ麺を入れてもいいんですけど、ちょっと麺はさすがに持ってこえなかったので、いやいやいや、逆にあの、はい、ね、もう一品っていう時は麺だとそれで終わっちゃうけど、そうですね、食卓にこれがスープとして出たらいいと思いますけど、いただきます。どうぞ召し上がってください。おお、熱々ですね。大丈夫かな。ごま油効いておりますね。美味しいです。美味しいですか。美味しいです。ちゃんとサンランタンっぽいですか。うんうん、そうですね、僕はあのお酢が大好きなので、はいはい、もっと入れてもいい、もっともいいですけども、もう追加でガンガン自分でこう入れるスタイルでも大丈夫です。そうですね、はい、うん、そう、酸味はそんなに強くないですけど、あ、本当ですか、味はすご非常にまとまってる感じがしました。よかった、ありがとうございます、ね、なんですか、あの具材はもちろん今卵はねありますけども、しいたけ、しいたけ、えのきですか、たけのこですか、と、はい、ゆでたけのこですね、ゆでたけのこ、はい、以上ですね。あの、まあ、具材はでも本当この味付けだったら何でも美味しくて、あの白菜だけで作った時も美味しかったんですけど、いろいろ試したんですね。そうそう、いろいろ試してみて、個人的にはでもシャキシャキとした食感をちょっと楽しんでほしいなと思ったのと、うん、あとやっぱしいたけをスープに入れるとやっぱ旨味が、うんうんうん、すごい出てくるんですよ ね。そうだから、あの、まあ、お水 600g に対して鶏ガラ大さじ1入れた後に、あの私はぜひ皆さんに椎茸を入れてほしい。椎茸と、まあ、お好みの野菜を入れてグツグツ煮込んで、うん、お醤油大さじ1と、うん、私今回お酢を大さじ2、まあ、ちょっと多めに入れたんですけど、うん、それでもやっぱあの沸騰すると結構酸味が飛ぶので、うん、はい、もっと入れてもいいかも、お好み。あ、ごめんなさい、今マイクイカしたままくしゃみ、なんでしょう、急にくしゃみが出たんですけど、お酢ですか。お酢は僕はね、もうガンガン入れてほしいです。本当ですか、うん、もうそこら辺を皆さんお好みでアレンジしていただいて、ね、うん、はい、で溶き卵、あれです、あの片栗粉で、あのとろみをつけてから、あ、片栗粉で、はい、片栗粉でとろみをつけてから、あの溶き卵を流し入れて最後に、え、片栗粉どこに入れるんですか。スープの中に、水溶き片栗粉で、うん、まあ、大さじ1から2ぐらいを入れて、卵入れる前にね、そう、卵入れる前にとろみをつけて、うん、最後に溶き卵を流し入れたら、うん、ふわっとしたら完成です、はい、で、あの個人的にはその器に盛り付けてからごま油とラー油を少し垂らして、あの胡椒を多めに振るととっても美味しいです。なるほど、うん、すごく美味しいと思うので、ぜひ皆さん、これからの一つ
あのバッチリだと思います。あ、よかった、はい、ぜひね、あのただお酢をもうちょっとね多めに入れてちょっとね山寺さんにはお酢が足りない。私はもうドバ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 入れて、はい、お店の人にやめてくださいって言われるぐらい入れる手前ぐらいでやめておきますんでね。このコーナーで山寺さんの味覚はだいぶ分かってきました。だいぶ分かってきました。いやでもこれ皆さんお好きだと思いますよ。門脇さんも褒めてくださるんじゃないですか。どうかなどうかな、きっと。ありがとうございます。あのこのレシピね、あの細かくは、ザ・ベイライの公式ツイッターの方に写真とレシピが今から上がりますかね、上がるのかな、上がります、上がりました、今上がりました。ですので皆さんよかったらあのリツイートといいねの方をしていただきたいなと思います。はい、お願いします。ということで、はい、以上クックロビンのコーナーでした。ごちそうさまでした。はい、さあそれでこの一曲をお届けしましょう。毎回お酒のあてが印象的な2015年放送のドラマ若子酒の主題歌ですね。もちろんベフでもおなじみのこの方々です。チャランポランタン、この先のシナリオはあなた次第。海浜幕張にあります、ベーヘムから生放送の水曜食べれん。ラストですね、本日ね、ヨッシーさんからメッセージもいただき、そしてコンサートの先行役持ちしております、イエモンのナンバーいきたいと思います。1999年リリースのアルバム、So Alive から、The Yellow Monkey、ジャム。失礼しました。もう本当に大好きなんです。スタジオで大熱唱、ずっと大熱唱、この名曲中の名曲、はい、ザ・イエローモンキー・ジャムですが、ここでそのイエローモンキーの東京ドーム公演のお知らせです。ロビンさんお願いします。はい、いいですか、はい、ザ・イエローモンキー 30th Anniversary ドームツアーはベイ FM 公演で4月4日土曜5日日曜東京ドーム、料金は 30th Anniversary 指定席9999円、指定席は9900円となります。はい、そのね、チケット先行予約をただいまベーフェムで受付中でございます。はい、ということでここで受付電話番号です。 0570-029965 0570-029965、 音声自動ガイダンスによる受付です。ガイダンス中に受付番号や抽選結果の発表、そして当選後のチケットの受け取りなどの情報が伝えられますので、皆さん必ずメモの準備をお願いいたします。なお、ベイ FM のホームページでも詳しく紹介していますので、そちらをぜひチェックしてください。お送りしたのはザ・イエローモンキー・ジャムでした。Thanks for listening. This is the Bayline. I wanna be loved. バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしてきたザ・ベイライン、エンディングの時間となりました。はい、私の後輩中村修吾、ああそうだ、ゲストね来てくれまして、今日ね本当に記念すべきアーティストデビューということでございますんでね、来ていただきましたね。はい、ぜひまあまあ声優としても、そしてね、まあなんといってもこれから歌手としても頑張ると思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、来週はですね、はい、ラジオのにフォトバトルございますね。そうなんです。今日はねクックロビンで、あ、美味しかったです。何でしたっけこれ、サンラサンラータンスープ、はい、サンダそうです、はい、これね中にねご飯入れても美味しいなと思いましたけどね。ツイッターでもハマちゃんさんがご飯に、うん、ご飯入れても美味しそうってつぶやく、絶対これ美味しい。あとこれからの暖かい季節真似してみますっていうコメントもありがとうございます、ね、この後の門脇さんのねリアクションも怖いです、ね、気になりますけれども、怖い怖い、はい、その前 に来週のラジオなのにフォトバトルのお題抽選でございます。前回は日本でしたけどね、日本でね、まあ、私がまた勝ったということでね、お願いしますよ、ロビンさん頑張ってください。頑張ってます。2位なんですから。はい、どうぞ。ギター、ドン、レトロ。おお、レトロ、レトロね、レトロか、レトロです。まあね、2人のレトロの感覚がだいぶ違うかもしれませんけどもね。はい、レトロというねテーマでお送りしますんで、皆さんもぜひね来週までね、そうですね、そういうものを一緒に撮っても楽しいかもしれませんし、一緒に、今まで撮りためたものの中からねレトロっていうのを送ってくれても結構でございますんでね、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ明日のこの時間は木曜ベイラインです。はい、伊豆の亮さんと鈴木明恵ちゃん担当でございますので、ぜひ参加してください、よろしくお願いします、うん、そしてベイ FM この後7時からはインターエクスプレス、 DJ は門脇智子さんです。こんばんは。はい、どうも、はい、どうも。ロビンちゃん今度、はい、
ち来ませんか？行っていいですか、門脇さん？え、ないいんですか？もちろん目的があってですよ。なんでしょうか？クックロビンです。あれね、だから先週の門脇さんのね、あのオスというので、そうなんです。それをあのヒントに、そうだと思いました。全部聞いてそのヒントでこれができたわけですね。そうなんですよ。素晴らしい。ちょっとうちのキッチン好きなように使っていただいて構いませんのでいいんですか？お気に召したってことですか？はい、あのうちのキッチンはいろんなものが取り揃えてありますけども基本、はい、使ってないのであ使ってないんですね。もう好きなように使っていただいて今日のどうなの？サンラースープはそれも含めいろいろとロビンちゃんのこうレシピをですね、はい、伝授考えて、いや、電池じゃなくていいんです。ただ作りに来い。そうです、そうです。電池はいらないんです。いらねえな。はい。電池されても私にはできないんです。あ、そういうことね。はい。作ってくれれば私は食べると。もちろん、もちろん、行かせてください。門脇さんも。ロビンクック、ロビンコックってことね。そうですね。ぜひ作ってくれってことね。いいかもしれません。いろいろと作ってもらいたいなと思うほど。腕がぐんぐん上がっているなと。ありがとうございます。毎週毎週お味見させていただいて幸せです。すいません、いつも本番前にね、ごめんなさい。ありがとうございます。本番前だからこそ腹が減っとるんですじゃあね、この後より頑張れるということですね。門脇さん、その通りです。今日も美味しかった、ありがとうございました。はい、そんな腹いっぱい状態でお送りするのはどんな感じでしょうか、はい、番組は。はい、今週はですね、不思議体験 Unbelievable Halloween Version ということで、世にも不思議ないろんなことね、世の中ね、こうなんだろう、理屈じゃ語れないことも結構いっぱいあるかと思うんです。はい、うん、なのでそういった身近な不思議なことから、うん、えれ声というようなね、一人で夜トイレも行けなくなるような怖さまで、いろんなもの幅広く、アンビリーバボーな体験教えていただきたいと思います。この後すぐです。はい、この後頑張ってください、はい、どうもお願いします。いや、すごい最高のお褒め言葉。本当ですよ、ですよ、キッチンを自由に使っていいってことですからね。え、ちゃんと調味料あるかないや、いろいろ取り揃えたら使ってないけどとおっしゃってましたからね。使ってないけどあるんですもんね。それぐらい評判が良かったという。どうですか、ツイッターの方では。いや、嬉しいです。あの皆さんもね、うんうん、あの真似してみます。あと冷蔵庫の中身であるものでできるからすごい真似しやすいとか、うん、ああ、そっか、こういう味付けだとね、いろんなものが焼くね、もちろん肉系でもいいし、そうなんですよ、お魚でもいけなくもないし、お野菜でね、だから本当もう鶏ガラと醤油とお酢があればもう味は、うん、でごま油とラー油でキュッと締めるという、決まるのでお好みの具材で、うん、はい。それからね、今日はね、にわか歓迎丸々デビューでしたけどね、まあ僕はあのね、スポティファイデビューしたっていう話しましたけど、あ、そうだ、山田さん、スポティファイ、それがもう一個、あの LINE デビュー、あれ山田さん、ちょっとね、 LINE、 あれっていうのはやらないって言ってましたよね。違うんですよ、やらないっておっしゃってましたよね。あれ、あのな、あれなんですよ、はい、今ねお芝居の稽古も本格的に始まりまして、はいはいはい、ラフィングライブ第5回公演、はい、アウトボーダーが11月28日から今チケット絶賛が発売したんですけど、そのグループでやらなかったり、いろんなね、毎日この稽古でやらなかったら本当に困るからってメンバーみんなに言われて、はい、やんなさいというふうに強制的に言われてちょっと始めたんで、まだちょっと分かってないんですけども、あら、山寺さんが LINE で、そこで、あ、俺の自分の山寺けどなんとかっていうね、なんとかっていうね、あのスタンプがあるってことを思い出して、それを今ガンガン使ってるというね。なるほど、だから山田家のおかしな人々かな、うん、あるんで皆さんぜひお願いします。すごいな、自分のスタンプを使うって感覚ないですもん、その羨ましい。セリフ入りですからね。あ、セリフ入り。ロビンさんのデビューの話聞いてませんでしたね。最近なんかデビューしたものあるんですか？最近スマッチングにハマってます。あれね知ってんのか、知ってんのか、調べてみて、みんなスマッチングにハマってんの。私あれでしょ、あのほら、あのアニメにもなってね、スマッチングマチコ先生。違う、それじゃない、違います。違ったっけ、スマッチングにハマってます。はい、気になった方は検索してみてください、うん、はい、水曜サバイランお相手はバスーカ山田と岡田ロビン翔子でした。また来週、バイバイ、翔子頑張れ。